人の不倫を叩くのを正義と勘違いするな。なるほど、まあ確かにその不倫が僕はもういいなってもう一言も思ってますし、ね、あかんことはあかんことで、ね、はい、それはダメなんですけど、そのあの何て言いましたっけ、ああいうそのまあマスコミの方々、たくさんもうマスコミって言葉出てこないちょっともうなんとなくなんかもうだいぶ遅れ側や俺だって俺もうマジで学生時代のあだ名遅れって言われてますからねそうなんですよ、今ノンポリシーって言われて、ああそう俺もそうだいやでも週刊誌もそうですけど、なんかすごい異常に叩くじゃないですか、まあね、でそれをいかにもこう正義だみたいなやってるんですけど、儲かってるのがその人たちだけしかいないというか、言っちゃあれですけどベッキーに何にもお金振り込まれないじゃないですか、ベッキーを題材にしてあんだけお金儲けしたのに、人を不幸にしかしてないので、あのそれでじゃあ正義の感じ出すじゃないですか、すごく報道側が、報道側がなんか悪くやったり、なんかすごいひどい曲をこう流したり、たくさん今いいこと言って原さん抱こうとしてます、ね、結婚してるぞ。いやそんなつもりはないですよ。宅の極み、宅の極み、宅の極みメガネだ、宅の極みメガネ。みんなが許してる人と許してない人が出ちゃってるのがおかしいんですよね。だって名前は出すのはそこのところあれだけど、石井達也さん不倫したけど、普通にこの NHK 出てましたし、それを見て誰かが怒った人いたかって言ったら誰も怒ってない。 その差をつけちゃいけないなって、みんな本当に不倫ってものが悪として憎んでるんだったら、ちゃんと平等にしないと。そう、あと基本思うけど、こんな感じの人言いたないねんけど、恋愛ってそうやんってなれへん。言われへんから今まで一回も言えへんかったけど、はっきりファイブやから本音言うわ。そうやね、あかんよ、絶対不倫なんかあかん、絶対ダメです、そら奥さん子供、いや向こうのお父さんお母さん、ねえ、誓ったキリスト、まあ神社やったら天照大神、それ何が分からん、みんなに失礼と思うけど、恋ってもうそうやん。やろう、確かに、ね、こんな顔面さえしてなかったらな、福山雅治みたいな顔面剃ってみ、もうその辺のスタッフ「へえ」言うてると、俺が言うたら「あっはっはっは」なんかこう、そのなんかこう言うのはいいんですけど、何が悪いってやっぱり性欲なんですよ、性欲あるの気持ち悪い、性欲あるやつの方が薄気味悪いし、みんなあるんじゃないの、性欲あるでしょ、もう食欲だから、そういう犯罪、犯罪じゃないですけど、まあ犯罪も世の中にいっぱい起きてますよね、性に関することで、やっぱりその自分の性欲というものとね、戦い抜く自信がないやつは恋愛なんてするんじゃねえと思います。そうなん、そんな三大欲求に勝たなあかんの。いやもうそうですよ、だから閉じ込めてないと。いやでも黒沢の場合は性欲に勝ってるかもわからんけど、食欲に負けてるやろ。言うたら悪いけど、食欲も理性よ、それやったら。そっか、正義どうでしょうか。そのニュースで犯人が捕まってこう連行されるシーンあるじゃないですか、ほんで、まあ、犯罪もちろんダメですけど、なんか突発的な犯罪、まあ、カットついカットなってしまって殴ってしまったという人が捕まってうなだれるのは分かるんですけど、20年間女子生徒の制服を盗んどいて捕まって、いやうなだれんのって思うんですよ。長いこと計画してたくせに、それはそりゃ20年やったらそりゃ捕まりますよね、そりゃそうですよね顔で連行されるすいませんという顔でね、うなだれるっていうことは、なんで俺捕まってないのっていうことになるってことや、全然反省してへんやん、なんであそこで俺捕まったんやろみたいな、反省してるよ。あとまあそのね、なんかこうそのニュース関係で言うと、まあこの言うたら30代40代の男に多いねんけど、あのテレビ何見てるって聞いたら、NHK しか見てへんなみたいな、あとドキュメンタリー、アニマルプラネット、ディスカバリーチャンネルしか見てないなっていうやつおるやんか。でもそういうお前もスマホで卑猥な記事見てるやろと思う。
いやそれ見てへんかったら認めるけど、はい、なるほど。ほんでまた俺それ言う、うん、言うやつでさ、うん、もう NHK とディスカバリーチャンネルしか見てへんね、うん、って言うて、うん、そいつと24時間ぐらいおったって、うん、ディスカバリーのディノジも出えへんというか、うん、NHK の政治経済の、うん、背の字も毛の字も出てけへんやつ、うん、お前ってさ、うん、大飯ぐらいの痩せてるやつっていうかさ、うん、ええんですけど2位になってへんやん見てるくせにってことは空っぽってことやろお前全部出てってそうそう俺インプットするだけしてアウトプットできへんやつはインプットを大きく言うたら、うん、お前アホやって言うてんのと一緒やでと思うねん。なんかいいもん見てるっていう自慢って実はすげえダサいですね、うんうん、そう昔、うん、ネタ一切書けへん全然おもんないやつが、うん、な、うん、まあ俺結構太宰とか好きでああそうね本とか結構読んでる、ね、うん、ああそう太宰とかあと映画とかなんか、あウォンカーウェイとかあの裸のランチとか、うん、まあそんな好きで、あそうな、へえー、あと漫画とかも結構マニアックになってめっちゃ音楽、うん、映画、うんうん本、うん、漫画とかもうそれ全部見てますみたいな。でもネタ書かれへんって、いや何なら超詰まってない出せ出せそんだけインプットしてんからもうあれはアホです。そっか、うん、その人、うん、先輩やけど、うん、パクってばっかりやってん、うん、な、うん、咀嚼できへんのかお前食うたらそのまま出てくるタイプ見たやつそのままパクってやるんかあそりゃ見るわお前ヨッシーみたいな感じですよちょっと亀とかは甲羅だけになってるけど有名人と付き合ってる後輩芸人おりやんかそれはすごいこう羨ましいことで、いや素晴らしいことよね、うん、いいなと思います、はい、ただ僕がそういう立場ね彼女が有名人の方ならねちゃんとその事前に、まあ、こういうバラエティとか行ったら先輩後輩同期おるからちゃんと挨拶してなっていうのは言うと思うんですよ、ね、彼女にな、その、まあ、モデルさんなり、モデルさんなり、女優さんなりバラエティアイドルなり言うと思うんですよ、うん、でも昨今のこの後輩芸人はその拝み倒して付き合ってもらってんのか、なんかそこまでのこの教育が行き届いてないというか、なるほど、彼女にそれ言えない、言えない、そうかそうか、拝み倒してるから、拝み倒してるから、拝み倒しても付き合えたまえ言うとるから、ほんでその噂の彼女とねこう挨拶の感じになるじゃないですか、うん、ほんなら「おはようございます」みたいな感じで、あれちょっと挨拶こう軽いなみたいな、うん、あれお前の彼氏俺の後輩やけどみたいな、うん、何もねそのうちの彼氏がお世話になってますみたいなことは言わなくていいんですよ、うん、ただうちの彼氏いつもお世話になってますという顔で挨拶をしてほしいです。それはわかる、それはわかる、うん、お前の彼氏が俺らよりかは下の場合さ、そこプラマイ考えて生きた方があんたは美しく見えんのに、そうそうそう、目元、ベースメイク、チークの幅、ばっかり考えて、そう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 、ほんまにほんまに、女としての謙虚さ、彼女パートナーとしての控えめな態度というチーク、そうそうそう、一切塗ってないこんなんするくせにこんなんするくせになんかランウェイの上から怒る感じですよねおしゃれにしたら怒り方が、うん、こんなんするくせにこの棒こんないのに毛こんなんない、毛と棒の量を追ってないのっていうやつでファーやるくせに、そう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 、前まで私のところがそんなの付き合った時、あっ、ありますって言うたら、あってなって彼氏の株も上がって、そうやね、彼氏をサポートする気あんねや、この子ええ子やな、じゃあこの結果な、彼氏と彼女、嫁はんと旦那なんてもう相手見たら大体こっち分かるし、こいつ嫌やな思ってても嫁はんがええやつやったら、あ、多分こいつもええやつなんかなって株上がんねん、そんなことも分からんとこんなばっかりするから、こんなばっかりしてるからアホやねん。そう、僕はあれですね、そのまあこれもう分かってるんですけど、正義、分かってる、何が正義、そのなんかその子供のためにとか言って、うん、その頑張る人っつうのがちょっとなんか、うん、許せないというか、ちょっと違うんじゃないかなと思うんです。どうぞ異国弁論続けて謙
暗殺官も入ってスイッチが。だからこれまあね、俺こんな言ったら俺もとんでもないことになると思うんですけど、うん、まあ言っちゃいますよ。いらないの損害保険。ライオンね、ライオンいるでしょ、うん、ライオンに子供が、まあ、食われますと、うん、でライオンに子供が食われる、そううちの近所にライオンが現れまして、逃げて、隠れ話ですね。で子供がライオンにこう今にも食われて、うん、もうほぼ、うん、確実に死んでしまうと、うん、まあ、うん、そうなった時に、うん、本当のこと言いますよ、うん、俺もうこんなもう俺すげえ嫌われると思うから言いますけど、うん、奥さんの目を気にして、まあガブって言っちゃって、まあ次の瞬間死ぬんですけど、うん、しょうがないじゃないですか、もう死んじゃうから。でパッて言って、ああ無理だと思って奥さんに言ったこの感じだけは絶対見せるんですよ。いや超嫌われるんですよ。俺もうなんてことを言ったんだよ。言っちゃったけど。いやそれがどれぐらいな、その、うん、もう心肺停止している、うん、血液の量も、うん、もう3分の2出てると、うん、はい、なったもパッて見た時は、はい、いかん方がいいと思うね、はい、俺も、まあ、うんうん、ああそうですか、うん、ああよかった。いやいやじゃあ、はい、そまだやで、はい、まだ、はい、これどれぐらいよっていうことやね。すぎるね、なかなか、はい、子供ですね、はい、ライオンこの辺でももういかへんやろ。いやまあでも もう一組で終わっちゃいますよね、こいつの。いやいや、こいつの人生、ここは分かれへんやん、こいつの人生これで。それでやったら、その本当嫁の目を見ますね。嫁さんおらへん、全く一人。もう見てる間に子供とアフリカ二人旅行行って、あ、うん、帰っちゃうかな、そしたら。帰る、いや帰りはしないですけど、すなんとかしようと思います。え、なんかさ、おそのライオンのさ、気を引くとバン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 とかって、こっち来いこっち来い、それはやる、それはやる、それはやる。うん、いや助けてるやん、助けてるか、それはやるよ、それはやる。ただその時はまあもうこれあーってなって、うん、あーダメだったわーっていう感じにはなる。そんな感じで帰れるのかい。なんか電車間に合えへんかったみたいになってるけど。可愛いですよ、もちろん。可愛くないなんて言ってることじゃないですからね、うん、お金は稼ぎますよ、もちろん、うん、順位ってこと、その、うん、子供のために稼ぐっていうのよりも、うん、子供のために稼いでるっていうよりも自分の方、自分のために稼いでるっていう気持ちの方がでかいって話って言った方が、うん、自分が好きだからやってます、でその代わりお金が入ってこれ家族にあげてますとか、これだったら僕なんか納得いくんですよ。なんか全部が子供のためにって言っちゃうと、あれっとっていう風に、うん、でもな、好きで、うん、だけで芸人やってる人ばっかりじゃないっていうのも、はい、分かってほしいよな。だから鈴木君はめっちゃお笑い好きなんやろ、やんのが、はい、まあまあそんな言うとちょっと俺のキャラクターにないんだ、まあ、いやだから言うてたよ、言うてた。俺好きだもんね、たくさん、うん、だ優先順位がそうなってるだけで、はい、言えば貧乏になったって家族おってもお笑い続けんのやろ、うん、多分やろ。俺だって貧乏になったら速攻やめんもん、もう。何やるんですか、そうからん、飯食える方法、それよりも。あ、ただくんなんか、うん、若い時から言ってたもん、俺どんだけ飯食われへんかっても絶対やめへんって言ってたもん。俺その時、うん、ああ変わってんな思ったっていうか、変わってんなっていうか俺とはちゃうなと思った。あ、なるほど、うん、今はでもやっぱりこう家族おるから食われへんようになったらやめるけど、ああそうやめるし、うん、小籔君がそのお笑い好きじゃないっていう、いや、うん、いや、うん、好きやったけど、うん、いや好きでしょ。こんだけ喋ってて、いや好きですよ、一番好き。得意だね、得意だから。何かあったら出てくるこれ。いや別に好きじゃないことはないけど、うん、やっぱな、うん、漫才師やってた、うん、相方が辞めるっつった、うん、俺がネタ考えてさ、はい、そのラジオとかでもさ、うん、ボケてた、うん、相方に、うん、俺もう作家になるからやめるわ、うん、は、うん、もう一番近いやつにさ、うん、はい、お前もこの先お金にならん人、うん、はい、もう通用しないダメな人ですよねって言われたようなもんや。だからよその人にさ言われたって、うん、おいおい俺あのラジオでめっちゃおもろい例え言ってんけどとか、うん、あの面白いネタ、うん、あんた見てへんでしょとか思えるけどさ、うん、まあ三振も見てきたやろうけど、ホームランも一番見てるはずのこいつが、うん、俺作家になるからやめるわって言ったってことは、うん、あ俺もうやっぱ無理なんやっていう、うん、ガシャーンってなったから、うん、それは今
ぶっちゃけ、滑らない話で、松本さんから賞をいただき、死ぬほどレギュラーあるから、まあ、ちょっと自信が出てきましたけど、それは解散したって今から思ったら、2、3年、もう、ボッキボキやったもん、もう。まあ今は、まあ結構。出てきますけどね。なんでこんな顔を見たの？大好きだなさあ、原さん、ここまでいかがでしょうか、はい、あの、たくさんのその子供とライオンの話を聞いてから、どうしてたくさんを好きって言ってしまったのか。咲いてる人間だもんね、聞くと。うん、今すごいドキドキしてます。さあ、スマホに関するはっきり論は、スマホケースがやたらでかいやつはバカ。うわあ、えげつないとこ敵に回したで。スマホケースいっぱいおるんちゃう？大バカ野郎でしょうね。そう、あんなも一生懸命日進月歩、技術を一生懸命研鑽し、頑張って頑張って小さくしよう、軽くしようと思った技術者の方々の気持ちを踏みにじり、ある程度のケースはいいですよ、かわいらしい。あの、これぐらいのスマホに対してこんなでかいやつがいるんですよ。そう、今もうポケットとか入んないでずっと持ってるやつがいる。ポケットに入れるためにどんだけ毎日みんな会議したことか、その人たちの気持ちもわからないやつがバカだなと思ってるんです。だいたいスマホってのは意外とその人間性がそこに出るんじゃないかなっていう。僕一番思ってるのが、スマホの画面がバキバキなのに使ってる女はやりまんと。高いからさ、高いから、そう、いや高いから、でも高いんじゃないの。いやでも、結構すぐ直さなきゃいけないマストの事項だと思うんですね、バキバキのやつって。でそういうやつはどういうことかっていうと、まあ見にくいけど使えるからいい、まあ見にくいけど、まあ、まあなんとか機能さえ果たせばいい、まあやれればいい、やりまん。グラデーション2個目から3個目飛びすぎ。グラデーションひどかったよな。3段飛びで2段目の危険の世界的な記録を持ってた。白線長い長い。ジャンで、確認できそうなんですよ、それを今。なんでもね、ちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ。これちょうどヒロドアナ。まさかこんなアナウンサーなんか悪くないでしょ。確認できそうなんですよ、それを今。なんでもね、ちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ。これちょうどヒロドさんのやつです。まさかこんなアナウンサーなんか割れてないでしょ。あれ結構割れてる。やりまんだ。見つけた、やりまんだ。いたぞ、やりまんがいたぞ。違う。ヒロさん、これですから、バッキバキのマスクだって使いづらいじゃない、ここセンスが入って。これ壊れてからの期間、あ、聞いた方がいいんじゃない。そうですね。そうか、今日壊れてたらあれですもんね。あ、そうか、今日だったら無理だ。壊れてたんですか？2ヶ月。やりました。結構修理代が高いんですよ。そうね。かなり高いので。別にいいやって感じじゃない？いや、その、まあ、一応確かに機能、あの、タッチは反応するので、上の方は。ほら、タッチが反応するとか言うじゃない。やめなさい。やめなさい。本当にやめなさい。あ、アホの童貞二人。酒飲んで髪の毛触り出したら今日はやれるみたいな。ちょ、偉いね。偉い。違うんですか。しかもここに性癖の M って書いてある。言ったぞ。やめなさい。小文字で表すやつおらへん。私 M なんですよ。だって大文字で小文字おらへん。偏見がひどい。夢見せてくれてありがとう。あの方がそうだとしてもお前らに降り注ぐことはないから。ないやろ。じゃあやりまんじゃないよね。ただの片女だよ。何の興味ねえな。世の中やりまんいるって言うけど、俺たちやってるからやりまんなんかいないよね。その方程式で言ったらもう皆無絶滅する。うわ、国保護せえよ。やりまんよ。これ放送すんのか。ほんまや。俺のくだりごっそりないです。これすいません。楽しかったっつって。あと、まあその今日ね、原さん来てるんであれなんですけど、はい、あのグラビアアイドルとかセクシー女優が SNS に載せる写真は
僕セクシーな写真のみにしてほしいんですよ。いやなんで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 。いやセクシーな写真ね、すっげえわかりましたね。いやもうなんかそのなんか前髪切りすぎましたとか楽屋のお弁当どっちにしようとかいう写真いらんってな。本当だよ。いらんね、はい、それいらんね。すっげえわかる、期待してみますからね、その人のグラビアとか水着とかセクシーな感じの、うん、 それセクシーなやつのなんかわかんないけど牛丼とか乗せバカじゃねえの、うん、牛丼だけ、うん、見たくねえよ。そんなもう一度自分の職業を見つめ直してほしい、はい、ってなるとさ、お笑い芸人も SNS アップするときはもうおもろいボケ以外なしってこと。あのね、お芸人っていうのはちょっとある種その人の人間という職業やと思うんですよ。それグラビアアイドルもそうや。いや人間、いやグラビアアイドルさんはやっぱりどっちか言うたらその側というか、まあそれは見た目の方が、まあそれはまあまあ、だから見た目をこう存分に出してほしいというか、で芸人さんはやっぱりそのなんか例えばそのどんな本読んでるんだろう、あこういう本を読んでてああいう面白いことを言うんだ、ああいうネタを考えるんだっていうのは思うと思うんですけど、そのグラビアアイドルさんがあの今最近こんな本読んでます、どうでもええネタでフィードバックされるわけちゃうから、まあ例えばあこの人走りメロス読んでるからようグラビアとかでこんなポーズになれへんならへんねん。そうか、それは、うん、なるほど、それはもうプライベートでやっといて、ファンの人は実はこうそういうとこ見たいって人が多かったりするみたいなんですね、うん、グラビアさん、グラビアファンはな、うん、それはプライベート見たいよな。いやでも原さんのファンでもその走れメロスの本とそのセクシーな原さんの写真やったら俺絶対セクシーな原さんの写真を見たいと思うんですよ。絶対そう、原さんにね、コアなファンがいないからそうなってるんですよ。一時は好きと言われたらどうだお前は。だってもうドキドキしねえっつうからよ。いやだからね、でもただでそんなセクシーなのを見ようとしてる男の方がダメじゃないですか。いや分かる、俺もほんまどっちがやったら黒沢が見ないよ。だってグラビアのほんまの雑誌の方を見てやってなんね、うん、でもそんなん言うんやったらもう飲み会行っても俺ら喋りませんよってなんで。いや別に、いや気の利いたことは言いませんよってなんで。例えばほんだらグラビアアイドルさんとね、お笑い芸人がコンパやった時にそう気の利いたことは言いますよ。確かにね、ただでそれはただで言いますよ、はい、でその写真見せて言うたらなお金払っておかしいやんそれは。いやそれは全然脱がない、全然脱がないんですよあいつら。当たり前や、ほんで向こうが分かった脱ぐわ、その代わりあんたらも相当おもろいこと言うやろうなってなったらもうそんなもうレモンサワー来ないな。怖い怖い、それ怖いなるやろそらな。でもなんかその写真ぐらいさ見せてよって思うね、飲み会の前、それ商売やからさ、向こうからさ、いや愛想笑いやしほんまのこと言うたらバロフーク仕分けると思ったからあれやけど、あんた別にあんたで笑ってへんもん。いやあの笑い方は愛想笑いじゃなかった。じゃあ私うまいから、うん、え私うまいから、いや俺見抜くの得意やから。見抜けてへんから、私あのめっちゃ面白いこと思い出すんだから。レモンサワーパーって向こう言ってるから、おおよう入ってんなそれ、よう入ってんな、もう一杯頼んだ。あと電話で言うと、まあ単純に電話で言うと、なんかその例えばこのお詫びとか謝りの電話かかってくるじゃないですか、ほんで「はいはい、あいいですよ大丈夫ですよ」って言った後、なんか向こうから切られるとなんでってなるんですよ。ああなるほど、なんかその面と向かって謝られた時で言うと、なんか謝った後なんか屁こがれたみたいな。いやそれ例え遠い、それ例え遠い、それ例え面倒向かった謝られた時にすいませんでした言ってパッてさっき行かれるというかさ、ああやったら分かんないけどすいませんでしたプーと、まあ、確かに切る時ピーとはなるけど、ピーとプーはちょっと似てるけど、そういうことじゃないの言ってるのは。で結構そういうことやってる、ね、音だけの問題か。まあそれで言うとなんかこうね、後輩から喋りかけて
ってきてわーって喋って、うん、ほんで落ち着いたのになんか後輩からこうスマホ見るとか、うん、いや喋りかけたお前やのになんでお前から見んのみたいな、うん、そこは俺からスマホ見させて見させてよ俺が見たら見てくださいっていう感じやね、まあ、まあ確かに、うん、でも俺が見た瞬間にすぐ見るやつも嫌やねなるほど見たかったんそんなの俺の話早く終わらせたって早見たかったんとか思うから俺が見た後ちょっと一泊置いてこう見てほしい先輩見たから喋ることなくなったなじゃあまあ見ようかみたいなそうそう一泊置いてほしい、うん、まあまあそうだな、うん、でも多田さんはすごいそういうふうにその後輩のことをこう見てくださっても多田さんもすごい細かい方じゃないですか、うんうん、あ多田君に何かあんのはいえっ言うたれ言うたれそうなんですよ1分ネタぐらいのこう生放送があったんですよでいろんな芸人さんが出る時に何 お正月だったんですけども多田さんもお一人で出ていらっしゃってうん、前なはいあったあったあった私も、うん、あったあったあったで何人もこう入れ替わりでこういらっしゃるんですけど大きいひな壇にみんなこう座っていくっていうのがあったあったあった分かったあったわ分かったごめんごめんごめん無意識に言ってたあったわな分かったよなってごめんあった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 何回言うねん分かったよなあったわごめんごめんでどこに誰が座ってくださいっていうのは指示はなかったのでみんな本当にこうちょっとずつこう座っていくんですけど、うん、で多田さんも初めに出られてで私も出られ、うん、こうだん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 こうみんながちゃんとこう座れるかなみたいな感じで、うん、まあそれぞれこううまいこと座ればいいんですけど、うん、多田さんもう気になっちゃって、うん、みんなが綺麗にこう座れるかどうかが気になって生放送中、うん、MC の横にいらっしゃったんですけど、うん、ずっとみんなが座ってみんながちゃんと座れるかどうかっていうのでやっぱ MC の話よりもこっちの方を気にされてたのはちょっとそれが気になりましたけど優しいなった、うん、アホやいや俺は MC の席にの横に俺が座るなんてちょっとおこがましいみたいなっていうのもあったんよそれやったらちょっとこうどんどん出てきた先輩方もおるから俺大丈夫かな変わりましょうかっていうので常にこう後ろを気にしてたということなのよでもそんな変われへんねんそうそうそんな別にそこで変わるってなってもそんな番組通してもおかしになるやん MC もああって振ろうかな思ってんのになんか大移動起きてたりとかしたらあれやんそんなだから席のこと気にすな仕事せえこれやん、うん、芋焼酎バーッと芋焼酎芋焼酎じゃお前はさあ行きましょうかうざい家族に関するはっきり論はうん、息子の仕事場にしゃしゃり出てくるおかんやめてくれつだどういうことこれうちのおかんなんですけどあちょっとねまあちょっと調子乗りっていうか、うん嬉しがりというかまあ面白いやんなロケ今ちゃん実は出てきたりとかしてそんなんはあれおもろかったよいいんですけど、うん、普通の営業あるじゃないですかあの滋賀県でね毎年やってるあの新喜劇と漫才が一緒になっていくイベントあるんですよ、うん、そこで1回目呼ばれた時に現場行くじゃないですか、うん、あのスタッフジャンパーみたいな、うん、みんな着るじゃないですか、うん、そういう実行員みたいな感じであちらの方がねスタッフさんがなんか一人どっかで見たことあるフォルム、うんがちょろちょろしてるな思ったら、うん、おかんなんですよ、でおかんが実行員を頼まれてやっとるんですよもうその時点でもうありえないじゃないですか、うん、聞いたことないなテレビでちょっと出てくれたらまだ分かるんですけども、うん、その営業の実行員がなんでおかんやってんねんとでおかんがバーってね廊下走ってたらチャーリー浜さんに走るなーとか怒られてるんですよ、うん、なんでそんなん見せられなくなると僕もほんまに嫌でこんな恥ずかしいことないじゃないですか、 ないないないか終わった後もブチ切れて、うん、もうやめてくれと、うん、一応お笑いの芸人プロとして呼ばれていったところにそんな写真ほんま僕泣いたんですそんなんはほんまに分かるよ僕がこんな芸人やってて嬉しいしなんか世話したいの分かんないけどほんまにやめてくれ恥ずかしいしこんな二度とせんとってくれでも泣きながら、うん、おかんも分かったおかんもそんなもうそんなねんてもうしますいらんことしません邪魔しませんごめんなさいとか言って、うん、で次の年もねこの新劇のあったんですよ、うん、行ったらおかんおるんですジャンバー来てジャンバー来て隠れるようにして世話して毎年ですちっちゃい塩ラーメン並べたりとかお湯入れ替えたりとかして
今年に限ってはその素人さんが参加する新喜劇のオーディション、なんか知らんけどうちのおかん審査員やっとったもうなんだいらんことすなこんな恥ずかしいしゃしゃり出てくなおかんええやんええやんことないでしょこれはええやそこまでしたらな、うん、かわいらしいやん死ぬでおかん明日いや明日じゃないいやそれ明日死ぬかも分からないいつ死ぬか分からないです今死んでるかも分からへんわけよああもしかしたらね、うん、でもこれはまあボケみたいに言ってるけどほんまに明日死ぬかも分からんし今死んでるかも分からねえからそれぐらいさせたったらええねん、うん、お前やめろ言って分かった言ってでせえへん次の年な、はい、お前は行くや死が、はいはい、ほんでお母さん行ってへんねん、はい、であれみたいなまああんなき切れたからでも来てるかなと思ってバーって行ったらいつでも探しているよでかかってくるわけどっかに君の姿をみたい なずっと探すで探さないです給湯室もちっちゃい塩ラーメンの裏なんでどうやってんのかどうやって運んでんのかいるはずもないのになるでいやならそれであ最後終わるまで終わって半年後おかん死んでみあ滋賀の営業審査員させといたったらよかったなってなんねんほんでまた次の年滋賀の営業はそんなこと知らず呼ばれるやん、うん、ほんだらファーってお、もちろんいてはらへんやん、はい、ちっちゃい塩ラーメン作ろうかなでも泣いてるから手も震えてるちょっとこれも押されへん時になんかグーって力入る時あんねん押されへん押されへんってグーってなるはって鏡見たらおかんが後ろからこうやってもっともっともっといい感じで現れてほしいですよなんで塩ラーメンのオスポンプの力が弱くておかんが押しに来るんですかゴーソみたいな おかしいでしょ、まあ、なんで俺食べさせてもらってるんですかなるやんならないですなったらもう最悪なことやでそんなゴーストで現れたらさもう一生後悔できへんわけよいやでまだ元気やからね急に体調悪なるでまあ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 それも大切にしてくださいいつ死ぬか分からんということまあまあまあねそうやろでまあその現場にねそのね営業とかに来られたら嫌じゃないですか、うん、何も言えなくなりますよおかん死ぬから全部頭ごなしで小籔さんはいつもそう俺が提案すること全部頭ごなしで否定から入ってまず否定から否定じゃ聞いたやんずっと聞いてうんうんであこれは小籔さんもねなんか共感してくれたらよかったと思ったらもう次の一言目からグンっとってちっちゃい塩ラーメンでちょっと言われたほんま大事にしますよ、まあ、これだけほんまに大事にします、うん、大事にしてますよ本当にね西澤どうですかそう僕はまあ親父なんですけどお親、まあ、僕も39なんですよ、うんそうやのになんか未だにね、まあ、これも皆さんかも分からないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというかその親父はね多分ね僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それがなんか分かるんですよ、うん、39やのに実家帰ったりとかしたらなんか、うん、お前あれどこにクリームあるぞとか、うん、クリームクリームどの種類のそうなんですよアイスのことねあのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ親父は言うんですよスモームゼロやから、はい、普通アイスって言うじゃないですか、うん、親父はクリームって言うんですよで見たら全然クリームちゃうんですよクリーム系この白雪とかそんななんですよ一回ね僕3年ぐらい前に喉の扁桃腺切るっていう手術したんですよ、うん、でそれは全身麻酔なんですよ、うん、病院の決まりで全身麻酔の場合は誰か身内が来とかなあかんと、うんでまあ、僕は独身なの でお金出ました悪いけどこうこうこうやから手術の時だけでいいから来といてくれへんかと、うん、あのもう終わったらすぐ帰ってくれてええから、うん、そんな分かった行くわってなって当日病室行ったらおかんだけ呼んでんのに、うん、もう親父も来てるんですよ、うん、なんかすごい大きいリュックショットいや僕36とかやったその時、うん、36のめちゃくちゃ大人の息子が何の病気でもないただただ扁桃腺を取るだけの手術になんで親父くんねんってことなんですよ、うんうんうん、でもなんで親父くんねんとか言うのもちゃうじゃないですか、ね、大人として中学とかちゃうから、はい、だからまあまあええわと思ってでまあ手術終わってね病室戻ってきてまだ全身麻酔が完全に切れてないんですよ、うん、だからちょっともううつろな感じで、うん、その時パッと分かったのが親父だけおったんですよ病室におかんおらんかったんですよ親父と看護師さんだけやったんですよそれなんかうっすら分かってほんでおしっこしたなったんですよ、うん、で僕おしっこ
したいですって看護師さんに言ったら、僕行けると思ってたらまだ麻酔が効いてるから、うん、このベッドの上で死瓶にしてくださいって言われたんですよ、うん、で看護師さんは慣れてはるんで、うん、僕のズボンをパッパッて脱がしてね、死瓶、うん、をパッて当てはるんですけど、うん、あれって思って、親父おったよなと思って、今親父にめちゃくちゃチンチン見られてるってそれがすごい気になって、でもうつろなんですけど、絶対親父さっきおったし声も聞こえた、親父めちゃくちゃチンチン見られてるやんとそういう気になるもう出ないんですよ、全然出へんうつろやけど、はい、うつろやけど、ほんで、ま、ベッドの上でしたらあかんっていう普段意識やから、出ながらなんてね、はい、出ないし、出へん出へんと思ってちょっと焦ってたら、なんか親父が全然出へんやないかいとか言うてくるんですよそれもめっちゃ腹立って、腹立つこいつと、でも無視で無視してて、でほんま全然出へんからだんだん焦ってきて、これちょっとだけ屁出たんですよ、ちょっとだけ麻酔も効いてるんで、ほんならなんか親父が「屁こいとるやないかい」とか言うてきて、なんかすごいそれが腹立って、なんか分からんすけど「屁ちゃう?」ってなんかよう分からんなんでや、なんかそういうなんかね温度さもう来てくれんなよっていう、なんかもう恥ずかしいねって俺なんか小3ちゃうねんっていう、そうね、36の大人やねんって、うん、まあでもな、その音も死ぬかもわからんからな結局はね、結局そうなんですけど、来年もだからもしなんか扁桃腺以外のとこなんか切るってなって全身麻酔になってあれお父さんおれへんなって思うよいつでもさ絶対さかもその歌すごい、ね、痺の裏に見えるでしょ、あんな透明やろに痺しラーメンの裏もお母ですよ、病院そんなとこにいるはずもない、相方のお母ですよやるよ、いや分かってつらいなんですけど、ね、お前とこの音の調子乗り、お前とこのおかん調子乗りやったら二人でネタさせたらええねん、それで大滑り室でしょな、でガチガチ滑らせとったらもうシュンとして多分黙るわ一回バチ当てたら一番きつい一番きついバチ鈴木くん、はい、いかがでしょう家族、そうですね、うちのちょっと母親の話なんですけど、もうこんなあれだからなかなか言いづらくなっちゃったエンディング見えますね、見えるから、まあ、そこまではちょっと我慢していただいて、はいはいはい、ちなみにあの僕がもう子供の頃からですよ、うん、今じゃないですよ、はい、子供の頃から僕が口つけたもの絶対に飲まないですよ、汚いっつって、お母さんお母さん、いや汚い、もう飲まない飲まないって、これ誰口つけたのって言って、あ俺飲んだよって言ったらもう絶対飲まない、もう思ったことも全部言っちゃうから、あのその番組で親子共演みたいので出た時もあったんですけど、その時にそのスタッフさんが、あすいませんこれ少ないもんなんですけど、まあ僕の方にはギャラが入りますけど、お母親の方はもう善意で出てますから、まあそれはもうお車代ぐらいのもんで、車代ぐらいな感じでこうやって渡してきたんですけど、普通結構ああ大丈夫ですと、ただ子供のために出たんだからぐらい言うのかなと思ったら、その何も言わずに ありがとうございますって言ったんですよ、分かりましたって一発目で取ったのが、ああちょっと気に入らないなと思いながら、で行こうと思ったらその場でね中を見たんですよ、で中見てね、それが図書券だったんですよ、そしたらここにいるんですよ、ここにいるのにもかかわらず図書券かいって言ったんですよ、関東の人なのに関西弁で言ったしでやめてくれと、恥ずかしいな、恥ずかしい、だからもうやめていただきたいんですよね、そういうの、それはもう言うてええわ、 あれ俺覚悟してたんですよ、いやいやそれ大丈夫やわ、俺多分封筒の裏あたりに来るなって全部図書券で、それはもう何て言ったんですよ、映画化はダイアンだけなのね、監督は監督は映画だよ、あそうなんだ、今田さん、ちなみにお父さんうざいと思ったことってありますか、まあでもちっちゃい時からやっぱテレビでねネタにされるのはやっぱり、あ辛い、ちっちゃい時とかはうざかったなと思います、やっぱ学校で言われるんですか、うん、うまいお父さんが言うてたねとか、逆に気使われて言われなかったんですよ、私なんか言っちゃいけないのかなみたいな、だからバラエティ番組とかのこう昨日何々見たあれ見たっていう話とかも、うん、父親の番組だけなんか話さない空気が若干ありましたね、自分が同じポジションだったら絶対聞きますもんね、めちゃくちゃ聞こうもん、何食べんのとか気になるよねほんまに基本的だから聞きたくなっちゃう、さあ山里、はい、うざい家族どうでしょう、僕はもう自分の家族とかじゃないんですけど、はいはいはい、混み合ってるっていうのがまあ大前提なんですけど、混み合ってる駅で、うん、
子供に券売機とか自動改札機を体験させようとする家族が嫌なんですこう抱えてこうやって押させてね、いやそれ何を学ばせてんだいや誰も並んでないいっぱい改札機ある中の1個やるんだったらさいいですよと、うん、ただそれを、はい、自分でやって自分でやってってこうやってやってこれ全然作動しない、いや後ろに並んでるよ券売機もほら買ってごらんこれ押してごらん押してごらん、いえ誰もいない時だったら許す、うん、君が勉強するべきは人が並んでる時にはちゃんと人のことも考えなきゃいけないそういう教えじゃないかなって僕は思いますというやつです、まあ、いやいやそれはもちろんそうです、そうですね、だからまあ、押さしたことはあるやん、あります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 ね、はいはい、その時に 100% 後ろ振り返ってたんかお前今まで、お前が並んだ時は後ろおらへんかったけどお金出してる時に並んでる可能性あるやんけ、お前きっちり押さす前に後ろ見たかって言われたら見てないから、そうですね、俺そう思われてる可能性大やなと思って今ちょっと背筋凍りましたねでも一つ言えるのはそれをせなギャーギャー泣く子供おんのよ、えそのやりたいやりたいで混んでるからもう無理ってなった時に中入ってから迷惑かける可能性もあるわけよ、うん、やりたかったもんみたいな、でそれ泣いてもどうにもなんないよってことも教えなきゃダメじゃないだってさ、いいんですかもっと泣いて迷惑かけますようちのって言われましても、うん、その手前の教育いただけませんかってまあまあ、まあ、東方思うわけですまあまあまあそうね、それはそうやね、でこのハッキーライブで時折ある本当にそうだなってみんなが思ってくれたのに逆にシーンとするから山ちゃん正論で正論で正論すぎて僕の根も出んというか、うん、ほんまそうや、うん、で俺らはやってへんつもりであるやってへんつもりでもあんのよ、でもそれ分からん、やっ混んでなかったよなと思ってるけど耳痛い、ほんでよし分かった山里それ言う通りや、明日からはきっちりそういうのはやめるわって言うても下の子も6歳になってるから、はい、押す体験とかもせんでええ年になってるから、あもうあやってしまった過去だけがあるなってなってすごい断言してる、ちょっといろんなもん崩れると思うんですけどそこまで怒ってるなんだよ、いや怒ってんやろ、いや先輩なんて気づかんで、ね、お前めちゃめちゃ怒ってそんなことないですよ、もう視聴者の皆さんも山里は券売機で押させることにもう劣化のことが怒ってますんでね、気をつけていただきたい、すいませんでした、本当にあれはあれで可愛いんだ謝りますよ、すいません本当にやらせてたわ、飲食に関するはっきり論は飲食店で常連客が厨房に入って手伝うノリ直ちにやめろバーカバーカまで言ったよ、いいじゃない大っ嫌い、あのもう常連がもうじゃあしょうがない俺やるよなって、いやそっちはじゃあチーズ俺切っとくからとか言って、うん、なんかやっちゃったりとかするノリ、うん、資格もなんもないやつが厨房に入って振る舞うなんてこんな危険なことない、嫌だわあんなので、なんかちょっとお互いあだ名とかで呼び合っちゃってその厨房に入ってるやつも本当いつもこんな感じだからっていうたりするじゃないですか、うん、そしたらもうすぐ思うもんね、よし保健所だと思う、ね、いつもこんな感じ、資格持ってないやつが厨房に入っていつも振る舞ってるんですね、今言いましたよね、よしゴーと保健所はい営業停止お客さんがいっぱいいてちょっと届けにくい時に、うん、常連の人にこうちょっとこれあの回してもらっていいとか、ああはいはい、うん、ぐらいがいいんですよ、うん、厨房入って作業する信じられないですよ、うん、無免許これも飲食でも一番嫌いなパターン、嫌やなそれ、いや分かるわ、お邪魔しました、はい、津田とかどうですか、え僕あんのはなんか普通の居酒屋でも何でもいいんですけど、行ってる時に、うん、急にあの照明がパッと暗くなって、うん、あの明るめのハッピーバースデーの歌聞こえて、うん、なんか奥の席の方に持っていくのを店全体で祝わそうとするのがむちゃくちゃ嫌なんですよ、知らんやんってなりますよ、いやでもまあそれやったら別にそこの席まで誕生日ケーキ持ってってそこで歌やいいじゃないですか、うん、なんで店全体の照明をファッてちょっと暗くして、うん、一緒に「え何何?」で「ハッピーバースデー」のあれそんな鈴木ハッピーバースデーのあれそんな鈴木、それでなんかバーって持ってきてなんかやられてる子もなんか「うん、えみたいな、うん「いやお前分かるやろ、うん、絶対知ってたよお前」みたいな、うん
で店全体でなんかちょっと歌ったりするみたいな、うん、パチ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 パ一人です、うん、一人でイタリアンみたいなとこ食べてて、わーって暗なった向こうでハッピーバースデータントラデンテントーラーみたいなのがイタリアンタンタリリタレみたいなのが始まっても全然こうやって見て大人なキャッチ僕も食べさせてもうてんねんからここで俺の店ちゃうしだから食べててタンダルティーリータンダルティーイタリア語だったらハッピーバースデーじゃないのよイタリアンではタンダルティーリータレーってなったらもう一応こうはせえへんでめっちゃ、まあ、こうもせえへんしこうもせえへんでみたいなずっとこう見てでテーリーみたいになったらでもこっち見てなかったもいや大人すぎませんいややるだからこれはあかんやろだからこうやって一応すいませんもうこれで終わりです僕ちょっとご飯食べさせてもらいますんでっていうそれぐらいしてええんちゃう、うん、山ちゃんうなずいてたよな山ちゃんさっき俺言うてたけどえらいごつうなずいてくれてましたよ何で山さんが引っ張り始めて目もそらしてうなずいてたよ山ちゃんやってたやんそうなんいや俺は見てへんからあれやけど言ってましたってなってましたもんほんまやってたやん浜ちゃんやって俺頸椎やっちゃってんだよお前なんでこのタイミング出んのこのタイミング出んの大体雨降るか津田が喋りだした湿度か湿度的なもん出てる気圧変えて持ってんのちょっと気づいたもんちょっと待ってそんなに耳飛行機乗ってるみたいになってる今田さんどうですか、はい、飲食店で嫌な店員さんとか本日の何々みたいなのです、うん、本日の肉料理とか、うん、本日のパスタとか、うん、それを把握してない人シンプルだしちょっと聞いてきますって帰る方いらっしゃるじゃないですか、うん、確かにその時間がもったいないと思う、まあね、変にせっかちな部分もあるんで あとはまあ僕ペペロンチーノめっちゃ好きなんですけど、うんね、好きなんですけど、まあ、桜エビと春キャベツのペペロンチーノってお店あります、うんまあ、それええやん、はい、でも俺何もなしが好きなんよまあそれわがままか分からんけど抜くだけやから、はい、あすいませんちょっとこれこれなんですけど値段そのままでいいんで、はい、ちょっと何もなしの普通のペペロンチーノ作っていただけますかって言うたらああ多分無理やと思うんですけどえなんでじゃあ缶詰入れてんのって思え缶詰かけてんのここってなるねバリバリのオープンキッチンその割と本格派でも一回それであちょっと無理やと思うんですけどあそうですかあでもまあ一回聞いてきますね無理でしたって言うのだけ俺なんでなんでベースのもんなんで鷹の爪とニンニクさ油で炒めて麺入れるだけそれ以外何にもいらんなんでそれ無理じゃけどキャベツと桜入れるのはいけるけど入れてもらう無理だバーで最初多分火ついてないオリーブ油バー入れるやん鷹の爪バーでも効いてるやつや多分入れて鷹の爪コンコンバーは入れてそこに麺入れたいのに無理なんやろ麺入れようとしたらこっちの手で入れてまうからあかんじゃあちょっともう一回作り直そうよバーでオイルやってバーでちょっと茶色になってきた麺入れようかあなんで麺だけがええのマシーンのやつ何のこれ聞きたい何も入ってないペペロンチーズが無理っていうイタリアンは缶詰か左手がいたずらしてるのどうした西澤どうですか僕はラーメンとか好きで、うんはいまあ、ラーメン屋さんとか行くんですけどラーメンを頼んだら大体僕はその白いご飯と一緒に食べたいんですよ、うん、ラーメンと白いご飯白いご飯、うん、そのね白いご飯がべちゃべちゃの店があるんですよ、うん、水が多すぎて、うん、もう団子みたいになって塊が入ってたりとか、うんあれがむちゃくちゃ腹立つんいやもうええやんいやそれがねしゃあないやんそれねいやご飯のねちゃんと一粒一粒が見えてかちょっと固めに
択ってもう絶対そうじゃないとダメやと思うんですよ。いやそれお前が固め好きなだけで柔らかめが好きな店主さんなんよ。それはしゃあない。べちゃべちゃのね。お前から見たらべちゃべちゃやねん。こんなね、こんな塊になったね、仏さんのご飯みたいなやつじゃないの。そうべちゃべちゃで海苔みたいになってるやつとか。めちゃくちゃ腹立つんですよ。それはお前固めが好きなだけやんけ。いやでも別に柔らかめに炊いてるわけじゃないんですよ。それはただただ横着なだけなんですよ。横着ってどう横着なんだ。いや水がね、水が多すぎ。お前これ半合で炊いたんかって思うんですよ。キャンプやったらええで。キャンプやったらええで別に。多少ミスだな、はい、しゃあない。それ半合でそんな時間の日で炊きにくいやろう。でもちゃんとした炊飯器で毎日炊いてる何回も使ってるやつでなんでこれなんねんって。どうですか、あのご飯絶対嫌じゃない。結構ラーメンでこうしょっぱいなって、まあ米はまあくっついてんなと思うけど食べれちゃう。全然腹立てへん。あもう全然腹立てへん。腹は立たへん、うん。腹立つやんな。言うてない。改ざんするの腹立つって言ってました。さっきのアマンブイと一緒やねん。言わしとるやん。あれはね僕でも硬いめの方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃう、それはちゃうぞお前。いやいや、それはお前変獣報道や。変獣報道、変更報道や。偏った変更変更。まあアンケートも取ってないですけど、僕の周りに聞いたら硬い方が好き、べちゃべちゃな腹立つって言ってる人結構おるんですよ。お前友達少ないからや。いや地元の友達とかっていっぱいいるんですよ。地元の友達やから。あ短大時代の女の友達。短大時代の女やから。いや柔らかい方が好きですか。じゃあ俺はどっちも好き。でもあれですよ、柔らかいってほんまにほんまに質の悪い。一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう。硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん。俺全部好きやから。お前多分 5個目の柔らかいとこ行ったらべちゃべちゃ言うねん。でもねそれは多分ほんまにちゃんとおしゃれなとこのええやつじゃないですかね。でもそうじゃないです。ただただ店員が横着してるやつ。お前水とか全然ちゃんとやってへんやろ。柔らかさだけの話ね今。お前固めの方が好きなやつが多いって言ったん。それはだからちゃうって。柔らかめが好きなやつもおるから。いやでも固めの方が好きな人もおるじゃないですか。それは歪曲してるお前事実を。歪曲全然言葉じゃない。ちょいちょいバカが出ちゃうから。歪曲って何ですか。分かんない、話しちゃってよ。事実は分かんない。分かんない、分かんない。歪曲って分かんない。俺怒られなあかんない。そんだけ米好きなんだったら米の専門店行けよお前。ラーメン屋で前そのサブの方に行くからやんか。いやラーメン、そんなにギター聴きたいんやったらギタリストのライブ行け。ギター聞きたいってなんすか。どういう意味ですか。わけのわからんお前。わけのわからんやねんから。お前ラーメン屋行ってご飯に文句言ってんねん。な、向こうはラーメン本気やねん。お前が、わかります。漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるのに一緒やねん。でもお前演技下手やん。ベチャベチャやお前の演技。いや横着してるだけやつ。お前は演技やってみろ。ここどういう意味ですか。恋人が死んで何言うの。わけのわからん。それやったらエンパテですか。お前やったら俳優から見たらお前焦ってんすか。珍しい。焦ってんの。結構珍しい。焦ってんすか。お前焦ってんの。どうやってんの。らしくない。お前らしくないです。何がもうええ。めちゃくちゃ黙れ。この次から。津田どうですか。僕ですか。この後に普通に喋る。米の店員さんなんですけど、あのクリスマスシーズンにみんなあのサンタの帽子とかかぶるじゃないですか。でもたまに若い子でちゃんとかぶりゃいいじゃないですか、うん、でもなんかちょっと斜めにかぶってオリジナルにかぶって、うん、俺ほんまこんなんやりたないねん感を出すやつ、うん、これ腹立つんですよ。まっすぐかぶれと、なんかすごいちゃんとやってるからまっすぐかぶっていらっしゃいませみたいな。斜めにかぶって俺こんなんまだ、うん、まだまだ上目指してるからみたいな。前髪出してるみたいな。そうそうそう。なんか態度も悪いし、うん、ちゃんとやれよ思うんですよ、うん、お前将来絶対できへんのかお前、うん、そうね。そういうふうに思います。わかるわかる。これわかるでしょ。わかる、うん、次行きましょうか。はいよはいや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 なあのギノームぜいやいやいやそう言うてくれ。そっから終わりましたもん。あるなって思ったから。なあのギノームぜやって。いや何もっともっとやってほしかった。いや別にあるなと思ったから。あるなって終わる。出し切ってたやん。出し切ってたやん。もっとあるやん。それぞれのそれぞれコンビニいっぱいあるやん。不倫したけど、うん、普通に今 NHK 出てましたし、それ見て誰かが怒った人いたかって言ったら誰も怒ってない。 その差をつけちゃいけないなって。みんな本当に不倫ってものが悪として憎んでるんだったら、うん、ちゃんと平等にしないと、
そう、あと基本思うけど、こんな感じの人言いたないねんけど、うん、恋愛ってそうやんってなれへん。顔面して言われへんから今まで一回も言えへんかったけど、はっきりファイブやから本音言うわ。そうやね、あかんよ、うん、絶対不倫なんかあかん、絶対ダメです、うん、そら奥さん子供、うん、いや向こうのお父さんお母さん、はい、ね、誓ったキリスト、はい、まあ神社やったら天照大神、それ何が分からん、はい、みんなに失礼と思うけど、はい、恋って、うん、もうそうやん。やろう、こんな顔面さえしてなかったらな、福山雅治みたいな顔面そってみ、もうその辺のスタッフ言うてるの、俺が言うたらその不倫のなんかこう、うん、そのなんかこう言うのはいいんですけど、うん、何が悪いってやっぱり性欲なんですよ、うん、性欲あるの気持ち悪い、性欲あるやつの方が薄気味悪いし、みんなあるんじゃないの、性欲あるでしょ、もう職だからそういう犯罪、犯罪じゃないですけど、まあ、犯罪も世の中にいっぱい起きてますよね、うん、性に関することで、うん、やっぱりその自分の性欲というものとね、うん、戦い抜く自信がないやつは、うん、恋愛なんてするんじゃねえと思います。そうなん、そんな三大欲求に勝たなあかんの。いやもうそうですよ、だから閉じ込めた、閉じ込めて、閉じ込めてないと。いやでも黒沢の場合は性欲に勝ってるかもわからんけど、食欲に負けてるやろ。言うたら悪いけど食欲も理性よ、それやったら。そっか。正義どうでしょうか。そのニュースで犯人が捕まってこう連行されるシーンあるじゃないですか、うん、ほんで、まあ、犯罪ももちろんダメですけど、なんか突発的な犯罪、まあ、カット、ついカットなってしまって殴ってしまったという人が捕まってうなだれるのは分かるんですけど、うん、20年間女子生徒の制服を盗んどいて捕まって、うん、いやうなだれんのって思うんですよ。長いこと計画してたくせに、それはそら20年やったらそら捕まりますよね、そらそうですよね顔で連行されるすいませんという顔でね、はい、うなだれるっていうことは、はい、なんで俺捕まってんのっていうことになるってことやな、全然反省してへんやん。なんであそこで俺捕まったんやろみたいな。反省してるよ。あとまあそのね、なんかこうニュース関係で言うと、まあこの言うたら30代40代の男に多いねんけど、はい、あのテレビ何見てるって聞いたら、NHK しか見てへんなみたいな。今度この後輩芸人はその拝み倒して付き合ってもらってんのか、なんかそこまでのこの教育が行き届いてないというか。なるほど、彼女にそれ言えない、言えない。そうかそうかそうか、拝み倒してるから、拝み倒してるから、拝み倒しても付き合え構えって言うてるからみたいな、言うとるから。ほんでその噂の彼女とね、こう挨拶の感じになるじゃないですか、うん、ほんなら「おはようございます」みたいな感じで、あれちょっと挨拶こう軽いなみたいな、うん、あれお前の彼氏俺の後輩やけどみたいな、うん、何もね、そのうちの彼氏がお世話になってますみたいなことは言わなくていいんですよ、うん、ただうちの彼氏いつもお世話になってますという顔で挨拶をしてほしいんですよ。それは分かる、それは分かる、うん、お前の彼氏が俺らよりかは下の場合さ、そこプラマイ考えて生きた方があんたは美しく見えんのに、そうそうそう、目元、うん、ベースメイク、うん、チークの幅、うん、ばっかり考えて、そう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 、ほんまにほんまに、女としての謙虚さ、うん、彼女、うん、パートナーとしての控えめな態度という、うん、そうチーク、そうそうそう、一切塗ってない、塗ってない、こんなんするくせに、こんなんするくせに、なんかランウェイの上から怒る感じですよね。おしゃれでしたね、怒り方が、こんなんするくせに、この棒こんないのに毛こんなんみたいな、毛と棒の量落ちないのっていうやつでファーやるくせに、そう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 、前まで私なところが、うん、そんなの付き合った時、あ、ありがとうございますって言うたら、あってなって彼氏の株も上がって、そうやね、彼氏をサポートする気あんねや、この子、ええ子やな、じゃあこの結果な、彼氏と彼女、嫁はんと旦那なんて、もう相手見たら大体こっち分かるし、こいつ嫌やな思ってても、嫁はんがええやつやったら、あ、多分こいつもええやつなんかなって株上がんねん、そう、そんなことも分からんと、こんなのばっかりしてるから、こんなのばっかりしてるから、アホやねん、そう。僕はあれですね、その
まあこれもう分かってるんですけど、正義、うん、分かってる何が正義、そのなんか、うん、その子供のためにとか言って、うん、その頑張る人っつうのがちょっとなんか、うん、うん、許せないというか、ちょっと違うんじゃないかなと思うんです。どうぞ、異国弁論続けて。検察官も入ってスイッチが。だからこれまあね、俺こんな言ったら俺もとんでもないことになると思うんですけど、うん、まあ言っちゃいますよ。いらんよ損害保険。ライオンね、ライオンいるでしょ。うん、ライオンに子供が、まあ、食われますと。うん、でライオンに子供が食われる、そううちの近所にライオンが現れまして、逃げて、隠れ話ですね。で子供がライオンにこう今にも食われて、うん、もうほぼ、うん、まあまあまあそうね、それはそうやね。でこのハッキリライブで時折ある本当にそうだなってみんなが思ってくれたのに逆にシーンとするから山ちゃん多いよ、正論、正論、山ちゃん正論で、正論すぎて、もうグーの根も出んというか、ほ、うんま、で俺らはやってへんつもりである、やってへんつもりでもあんのよ。でもそれ分からん、やっこんでなかったよなと思ってるけど、耳痛い。ほんでよし分かった、山里それ言う通りや、明日からはきっちりそういうのはやめるわって言うても、下の子も6歳になってるから、はい、押す体験とかもうせんでええ年になってるから、あもうあやってしまった過去だけがあるなあってなってすごい断言しちゃって、ちょっといろんなもん崩れると思うんですけど、そこまで怒ってないじゃんだよ、怒ってんやろ、いやいやいや、先輩からね気づかんで、お前めちゃめちゃ怒ってそんなことないですよ。視聴者の皆さんも山里は券売機で押させることにもう劣化のごとく怒ってますんでね、気をつけていただきたい、すいませんでした。本当にあれはあれで可愛いんだ、すいません、ほんとにやらせてたわ。飲食に関するハッキリ論は、飲食店で常連客が厨房に入って手伝うノリ、直ちにやめろ、バーカーだからでしょ、だっていいじゃない、大っ嫌い、分かる、もう常連がもう、じゃあしょうがない、俺やるよなって、いやそっちはじゃあチーズ俺切っとくからとか言って、うん、なんかやっちゃったりとかするノリ、うん、資格も何もないやつが厨房に入って振る舞うなんてこんな危険なことない、嫌だわあんなので、なんかちょっとお互いあだ名とかで呼び合っちゃって、その厨房に入ってるやつも本当いつもここんな感じだからっていうたりするじゃないですか。そしたらもうすぐ思うもんね、よし保健所だと思う、ね、いつもこここんな感じ、資格持ってないやつが厨房に入っていつも振る舞ってるんですね、今言いましたよね、よしゴーと保健所はい営業停止って、お客さんがいっぱいいてちょっと届けにくい時に、うん、常連の人にこうちょっとこれ回してもらっていいとかって、うん、ああはいはい、うん、ぐらいがいいんですよ、うん、厨房入って作業する信じられないですよ、うん、無免許これも飲食でも一番嫌いなパターン、嫌やなそれ、いや分かるわ、お邪魔しました、はい、津田とかどうですか。僕あのはなんか普通の居酒屋でも何でもいいんですけど、行ってる時に、うん、急に照明がパッと暗くなって、あの明るめのハッピーバースデーの歌聞こえて、うん、なんか奥の席の方に持っていくのを店全体で祝わそうとするのがむちゃくちゃ嫌なんですよ。知らんやんってなりますよ。いやでもまあそれやったら別にそこの席まで誕生日ケーキ持ってってそこで歌やいいじゃないですか、うん、なんで店全体の照明をファッてちょっと暗くして、うん、え何何それは解散したって今から思ったら 2,3 年もうボッキボキやったもん、もうまあ今は、うん、まあ結構出れますけどね、なんでこんな顔にお笑い好きだなさあ原さん、ここまでいかがでしょうか。たくさんその子供とライオンの話を聞いてから、うん、どうしてたくさんを好きって言ってしまったのか咲いてる人間だもんね、聞くと、うん、今すごいドキドキしてますさあ、スマホに関するはっきり論は、うんうんうん、いや スマホケースがやたらでかいやつはバカうわえげつないとこ敵に回したで、スマホケースいっぱいおるんちゃう、大バカ野郎でしょうね、そうあんなも一生懸命日進月歩、技術を一生懸命研鑽し頑張って頑張って小さくしよう軽くしようと思った技術者の方々の気持ちを踏みにじり、ある程度のケースはいいですよ、かわいらしい、これぐらいのスマホに対してこんなでかいやつがいるんですよ、
今もうポケットとか入んないでずっと持ってるんですよ。ポケットに入れるためにどんだけ毎日みんな会議したことか、ね、その人たちの気持ちもわからないやつがバカだなと思ってるんですよ。だいたいスマホってのは意外とその人間性がそこに出るんじゃないかなっていう、僕一番思ってるのがスマホの画面がバキバキなのに使ってる女はやりまんと高いからさ、高いからさ、いや高いから、でも高いんじゃないの、いやでも、うん、結構すぐ直さなきゃいけないマストの事項だと思うんですね、バキバキのやつって、うん、でそういうやつはどういうことかっていうと、うん、まあ見にくいけど使えるからいい、まあ見にくいけどまあ、うん、まあなんとか機能さえ果たせばいい、うんうん、まあやれればいい、うん、やりまん、いやグラデーション2個目から3個目飛びすぎ、グラデーションひどかったよ今、3段飛びで2段目の危険、世界的な記録を持ってた北西長い長いジャンで確認できそうなんですよそれを今、うん、あのなんでもね、ちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ、おこれちょうどヒロドアナ、まさかこんなアナウンサーなんか悪くないでしょ、確認できそうなんですよそれを今、うん、なんでもね、ちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ、うん、これちょうどヒロドさんのやつです、まさかこんなアナウンサーなんか割れてないでしょ、あれ結構割れてる、やりまんだ、違う違う違う、見つけたやりまんだ、いたぞやりまんがいたぞ、違う、ヒロさん、これですからバッキバキのマスクだって使いづらいじゃない、ここ手とか入ってこれ壊れてからの期間聞いた方がいいんじゃない、そうでしょ、結構おるんですよ、お前友達少ないからそう、いや地元の友達とかっていっぱいいる、地元の友達だから、あ短大時代の女の友達短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですか、じゃあ俺はどっちも好き、でもあれですよ、柔らかいってほんまにほんまに質の悪い、一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう、硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん、俺全部好きやから、お前多分 5個目の柔らかいとこ行ったらべちゃべちゃ言うねん、でもねそれは多分ほんまにちゃんとおしゃれなとこのええやつじゃないですかね、でもそうじゃないです、ただただ店員が横着してるやつ、お前水とか全然ちゃんとやってへんやろ、柔らかさだけの話ね今、お前硬めの方が好きなやつが多いって言ったん、それはだからちゃうって、柔らかめが好きなやつもおるから、いやでも硬めの方が好きな人もおるじゃないですか、それは歪曲してるお前事実を、歪曲全然言葉じゃない、ちょいバカが出ちゃうから歪曲ってなんですか、わかんない、うん、話しちゃってよ、事実はわけのわからん、わけのわからん俺怒られなあかんねん、そんだけ米好きなんだったら米の専門店行け、お前ラーメン屋でお前そのサブの方に行くからやんか、いやそんなにギター聴きたいんやったらギタリストのライブ行け、ギターギターってなんすか、例えどういう意味ですか、わけのわからん、お前わけのわからんやねん、お前ラーメン屋行ってご飯に文句言ってんねん、な向こうはラーメン本気やねん、お前があります漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるの一緒やねん、でもお前演技下手やん、ベチャベチャやお前の演技、いや横着してるだけです、お前は演技やってみろ、ここでどういう演技ですか、恋人が死んで何言うの、わけのわからん言うてんすか、それやろ、エパテですか、お前や俳優から見たお前やってくれてんすか、珍しい焦ってんの、今日珍しい焦ってんすか、お前焦ってんの、らしくない、お前らしくないです、何がやもうええ、めちゃくちゃ黙れ、この次から津田どうですか、僕ですこの後に普通に喋る、コンビニの店員さんなんですけど、うん、あのクリスマスシーズンに、うん、みんなあのサンタの帽子とかかぶるじゃないですか、でもたまに若い子でちゃんとかぶりゃいいじゃないですか、うん、でもなんかちょっと斜めにかぶって、うん、オリジナルにかぶって、うん、俺ほんまこんなんやりたくないねん感を出すやつ、うん、これ腹立つんですよ、まっすぐかぶれと、なんかすごいちゃんとやってるからまっすぐかぶっていらっしゃいませみたいな感じ、斜めにかぶって、うん、俺こんなんまだ、うん、まだまだ上目指してるからみたいな、前髪出してるみたいな、そうそうそう、なんか態度も悪いし、うん、ちゃんとやりゃ思うんですよ、うん、お前将来絶対できへんのかお前みたいな、うん、そうね、そういうふうに思います、わかるわかる、これわかるでしょ、わかる、うん、次行きましょうか、はいよはいや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 なーのギロームぜーなーの言うてくれあるなって思ったからなーのギロームぜやっていや何もっともっとやってほしかった、いや別に悔しいが、はいはい、ほんとお母さん言ってへんね、はい、であれみたいな、まああんなき切れたからでも来てるかなと思ってバーって言ったら
いつでも探しているよみたいなでかかってくるわけ。どっかに君の姿をみたいな。ずっと探すで。探さないです。給湯室もちっちゃい塩ラーメンの裏で。なんでこれ。どうやって運んでるの。いるはずもないのになるで。いやなる。それであ最後終わるまで終わって半年後おかん死んでみ。あ滋賀の営業。審査員差し取りだったらよかったなってなんねん。ほんでまた次の年滋賀の営業はそんなこと知らず呼ばれるやん、うん、ほんだらファーっておもちろんいてはらへんやん、はい、ちっちゃい塩ラーメン作ろうかな。でも泣いてるから手も震えてる。ちょっとこれも押されへん時になんかグーって力入る時あんねん。押されへん押されへんと思ってグーってなる。はって鏡見たらおかんが後ろからこうやってもっともっともっといい感じで現れてほしいですわ。なんで塩ラーメンのオスポンプの力が弱くておかんが押しに来るんですか。ゴーストみたいな。おかしいでしょ。なんで俺食べさせてもらってるんですか。なるやん。ならないです。なったらもう最悪なことやで。そんなゴーストで現れたらさもう一生後悔できへんわけよ。いやでまだ元気やからね。急に体調悪くなるで。まあ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 それも大切にしてください。いつ死ぬかわからんということ。まあまあまあね。そうやろ。でまあその現場にねそのね営業とかに来られたら嫌じゃないですか。うん、何も言えなくなりますよ。おかん死ぬから。全部頭ごなしで。小籔さんはいつもそう。俺が提案すること全部頭ごなしで。否定から入ってまず否定から。でじゃあ聞いたやんずっと聞いてうんうんであこれは小籔さんもねなんか共感してくれたらよかったと思ったらもう次の一言目からグンとってちっちゃい塩ラーメンでちょっと言われたほんま大事にしますよ、まあまあ、これだけほんまに大事にします、うん、大事にしてますよ本当にね。いや西澤どうですか。そう僕はまあ親父なんですけど親、まあ、僕も39なんですよ、うんそうやのになんか未だにね、まあ、そこれも皆さんかも分からないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというかその親父はね多分ね僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それがなんか分かるんですよ、うん、39やのに実家帰ったりとかしたらなんか、うん、お前あれ冷凍庫にクリームあるぞとか、クリームクリームどの種類のそうなんですよ。アイスのことね、あのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ。親父は言うんですよ。スモークゼロやから、はい、普通アイスって言うじゃないですか。うん、親父はクリームって言うんですよ。で見たら全然クリームちゃうんですよ。クリーム系この白雪とかそんななんですよ。一回ね僕3年ぐらい前に喉の扁桃腺切ついてんなと思うけど食べれちゃう全然。腹立ってへん。あんま全然腹立ってへん。腹は立たへん。うん。腹立つやんな言うてきた改ざんするの腹立つって言ってました言うてきたさっきのアマンボイと一緒やねん言わしとるやねあれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃうそれはちゃうぞお前いやいやそれはお前変獣報道や変獣報道変更報道や偏った変更変更まあアンケートも取ってないですけど僕の周りに聞いたら硬い方が好きべちゃべちゃな腹立つって言ってる人結構おるんですよ。お前友達少ないからそういや地元の友達とかっていっぱいいる。地元の友達だからあ短大時代の女の友達短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですか。じゃあ俺はどっちも好き、でもあれですよ柔らかいってほんまにほんまに質の悪い一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう。硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん。俺全部好きやからお前多分 5個目の柔らかいとこ行ったらべちゃべちゃ言うねん。でもねそれは多分ほんまにちゃんとおしゃれなとこのええやつじゃないですかねえ。でもそうじゃないです。ただただ店員が横着してるやつお前水とか全然ちゃんとやってへんやろ。柔らかさだけの話ね今。お前硬めの方が好きなやつが多いって言ったんそれはだからちゃうって。柔らかめが好きなやつもおるから。いやでも固めの方が好きな人もおるじゃないですか。それは歪曲してるお前事実を。歪曲全然言葉じゃないちょいバカが出ちゃうから歪曲って何ですか。わかんない、話しちゃってよ事実は。わけのわからん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 なんで俺怒られなあかんねんそんだけ米好きなんだったら米の専門店行けお前。ラーメン屋で前そのサブの方に行くからやんけそんなにギター聴きたいんやったらギタリストのライブ行けギター聞きたいってなんすか。例えどういう意味ですか。わけのわからん。お前わけのわからんやねんから。お前ラーメン屋行ってご飯に文句言ってんねん。
な、向こうはラーメン本気やねん、まあまあまあ、お前が分かります、漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるの一緒やねん。でもお前演技下手やん、ベチャベチャやお前の演技。いや横着してるだけです。お前は演技やってみろ。ここどういう演技ですか。恋人が死んで何言うのかけるわからん。何言うんですか。それやろお前、エンパテですか。お前やさ俳優から見たらお前焦ってるんですか。珍しい焦ってる、今日珍しい焦ってるんですか。お前焦ってるんだ。どうやってんらしくない。お前らしくない。何がもうええ、めちゃくちゃ黙れ。この次から。津田どうですか。僕ですこの後に普通に喋る。コンビニの店員さんなんですけど、うん、あのクリスマスシーズンに、うん、みんなあのサンタの帽子とか被るじゃないですか、はい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 、でもたまに若い子でちゃんと被ればいいじゃないですか、うん、でもなんかちょっと斜めに被ってオリジナルに被って、うん、俺ほんまこんなんやりたない年間を出すやつ、うん、これ腹立つんですよ。まっすぐでもまあ一回聞いてきますね。無理でしたって言うのが俺が言われたよ。なんでベースの思いですね。鷹の爪とニンニクさ油で炒めて麺入れるだけ、それ以外何にもいらない。なんでそれ無理。だけどキャベツと桜入れるのはいけるけど入れてもらう無理だ。バーで最初多分火ついてないオリーブ油バー入れるやん。鷹の爪バーでも効いてるやつやん、多分入れて鷹の爪コンコンバーは入れてそこに麺入れたいのに無理なんやろ。麺入れようとしたらこっちの手で入れてまうもん。あかん、じゃあちょっともう一回作り直そうよ。バーでお湯やってバーでちょっと茶色になってきた。麺入れようか。あ、なんで麺だけがええのにマシーンのやつ何のこれ聞きたい。何も入ってないペペロンチーズが無理っていうイタリアンは缶詰か左手がいたずらするのどうしたい。西澤どうですか。僕はラーメンとか好きで、はい、まあラーメン屋さんとか行くんですけどラーメンを頼んだら大体僕はその白いご飯と一緒に食べたいんですよ、うん、ラーメンと白いご飯、白いご飯、うん、そのね白いご飯がべちゃべちゃの店があるんですよ、うん、水が多すぎて、うん、もう団子みたいになって塊が入ってたりとか、うん、あれがむちゃくちゃ腹立つ。いやもうええやん。いやそれがねしゃあないやん。それね、いやご飯のねちゃんと一粒一粒が見えてかちょっと固めに炊くっても絶対そうじゃないとダメやと思うんです。いやそれお前が固め好きなだけで柔らかめが好きな店主さんなんよ。それはしゃあない。べちゃべちゃのねお前から見たらべちゃべちゃやねん。こんなねこんな塊になったね仏さんのご飯みたいなやつじゃないの。、はい、そうべちゃべちゃで海苔みたいになってるやつとかめちゃくちゃ腹立つんですよ。それお前固めが好きなだけやんけ。いやでも別に柔らかめに炊いてるわけじゃないんですよそれは、ま、ただただ横着なだけなんですよ。横着ってどう横着なんだ。水がね水が多すお前これ半合で炊いたんかって思うんですよ。キャンプやったらええでキャンプやったらええで別に多少ミスってな、はい、しゃあないそれ半合でそんな直の火で炊きにくいやろう。でもちゃんとした炊飯器で毎日炊いてる何回も使ってるやつでなんでこれなんねんってどうですか。あのご飯絶対嫌じゃない。結構ラーメンでこうしょっぱいなって、まあ、米はまあくっついてんなと思うけど食べれちゃう全然、うん、腹立てへん。あんま全然腹立てへん。腹は立たへん、うん腹立つ腹立つやんな言うてきた改ざんするの腹立つって言ってました。さっきのアマンボイと一緒やねん言わしとるやねん。あれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃうそれはちゃうぞお前。いやいやそれはお前変獣報道や変獣報道変更報道や麺入れようとしたらこっちの手で入れてまうもん。あかん、じゃあちょっともう一回作り直そうよ。バーでお湯やってバーでちょっと茶色になってきた。麺入れようか。あ、なんで絶対入れる。麺だけがええのにマシーンのやつ何のこれ聞きたい。何も入ってないペペロンチーズが無理っていうイタリアンは缶詰か左手がいたずらするのどうしたい。西澤どうですか。僕はラーメンとか好きで、まあ、ラーメン屋さんとか行くんですけどラーメンを頼んだら大体僕はその白いご飯と一緒に食べたいんですよ、うん、ラーメンと白いご飯、白いご飯、うん、そのね白いご飯がべちゃべちゃの店があるんですよ、うん、水が多すぎて、うん、もう団子みたいになって塊が入ってたりとか、うん、
あれがむちゃくちゃ腹立つ。いやもうええやん。いやそれがね、しゃあないやん。それね、いやご飯のねちゃんと一粒一粒が見えてかちょっと固めに炊くっても絶対そうじゃないとダメやと思うんです。いやそれお前が固め好きなだけで柔らかめが好きな店主さんなんよ。それはしゃあない。べっちゃべちゃのね。お前から見たらべちゃべちゃやねん。こんなねこんな塊になったね。いや仏さんのご飯みたいなやつじゃないの。そうべちゃべちゃで海苔みたいになってるやつとか。めちゃくちゃ腹立つんですよ。それお前固めが好きなだけやんけ。いやでも別に柔らかめに炊いてるわけじゃないんですよ。それはただただ横着なだけなんですよ。横着ってどう横着なんだ。水がね水が多すお前これ半合で炊いたんかって思うんですよ。キャンプやったらええでキャンプやったらええで別に多少ミスってな、はい、しゃあないそれ半合でそんな直の火で炊きにくいやろう。でもちゃんとした炊飯器で毎日炊いてる何回も使ってるやつでなんでこれなんねんってどうですか。あのご飯絶対嫌じゃない。結構ラーメンでこうしょっぱいなって、まあ、米はまあくっついてんなと思うけど食べれちゃう全然、うん、腹立てへん。あもう全然腹立てへん。腹は立たへん、うん腹立つやんな言うてる言うてる改ざんするの腹立つって言ってました。言うてる言うてるさっきのアマンブイと一緒やねん。言わしとるやろ。あれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃうそれはちゃうぞお前。いやいやそれはお前変獣報道や変獣報道変更報道や変獣偏った変更まあアンケートも取ってないですけど僕の周りに聞いたら硬い方が好きベチャベチャな腹立つって言ってる人は結構おるんですよ。お前友達少ないからや。いや地元の友達とかっていっぱいいる。地元の友達だから。あ短大時代の女の友達そう短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですか。じゃあ俺はどっちも好き。でもあれですよ柔らかいってほんまに質の悪い。一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう。硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん。俺全部好きやから。お前多分5おかしいでしょ。まあ、なんで俺食べさせてもらってるんですか。なるやん。ならないですよ。なったらもう最悪なことやで。そんなゴーストで現れたらさもう一生後悔できへんわけよ。いやでまだ元気やからね。急に体調悪なるで。まあ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 それも大切にしてください。いつ死ぬかわからんということ。まあまあまあね。そうやろ。でまあその現場にね、そのね営業とかに来られたら嫌じゃないですか。うん、何も言えなくなりますよ。交換するから。全部頭ごなしで。小籔さんはいつもそう。俺が提案すること全部頭ごなしで。否定から入ってまず否定から否定じゃ聞いたやんずっと聞いてうんうんであこれは小籔さんもねなんか共感してくれたらよかったと思ったらもう次の一言目からグンッとってちっちゃい塩ラーメンでちょっと言われたほんま大事にしますよ、まあまあ、これだけほんまに大事にします、うん、大事にしてますよ本当にね。いや西澤どうですか。そう僕はまあ親父なんですけどお親、まあ、僕も39なんですよ、うんそうやのになんか未だにね、まあ、そこれも皆さんかも分かんないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというかその親父はね多分ね僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それがなんか分かるんですよ、うん、39やのに実家帰ったりとかしたらなんか、うん、お前あれ冷凍庫にクリームあるぞとか、うん、クリームクリームどの種類のそうなんですよ。アイスのことねあのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ。親父は言うんですよ。スモーもゼロやから、はい、普通アイスって言うじゃないですか、うん、親父はクリームって言うんですよ。で見たら全然クリームちゃうんですよ。クリーム系この白雪とかそんななんですよ。一回ね僕3年ぐらい前に喉の扁桃腺切るっていう手術したんですよ、うんうんでそれは全身麻酔なんですよ、うん、病院の決まりで全身麻酔の場合は誰か身内が来とかなあかんと、はい、でまあ僕は独身なの でお金に電話して悪いけどこうこうこうやから手術の時だけでいいから来といてくれへんかと、うん、あのもう終わったらすぐ帰ってくれてええから、うん、そんな分かった行くわってなって当日病室行ったらおかんだけ呼んでんのに、うんもう親父も来てるんですよ。なんかすごい大きいリュックショーいや僕36とかやったその時、うん36のめちゃくちゃ大人の息子が何の病気でもないただただ扁桃腺を取るだけの手術になんで親父くんねんってことなんですよ、うんうん、でもなんで親父くんねんとか言うのもちゃうじゃないですか、ね、大人として中学とかちゃうから、はい、だからまあまあええわと思ってでまあ手術終わってね病室戻ってきてまだ全身麻酔が完全に切れてないんですよ、うんうん、だからちょっともううつろな感じで、うん、その時パッと分かったのが親父だけおったんですよ病室におかんおらんかったんですよ親父と看護師さんだけやったんですよ。それなんかうっすら分かってほんでおしっこしたなったんですよ、うん、で僕おしっこ
したいですって看護師さんに言ったら、僕行けると思ってたら、まだ麻酔が効いてるからこのベッドの上でシビンにしてくださいって言われたんですよ。で看護師さんは慣れてはるんで、僕のズボンをパッパッて脱がしてね、きつい、一番きつい罰や。鈴木君、はい、いかがでしょう家族。そうですね、うちのちょっと母親の話なんですけど、もうこんなあれだからなかなか言いづらくなっちゃう。エンディング見えますね。エンディングも見えるから、まあ、そこまではちょっと我慢していただいて、はいはいはい、ちなみに僕がもう子供の頃からですよ、はい、今じゃないですよ、はい、子供の頃から僕が口つけたもの絶対に飲まないんですよ、うん、汚いっつって、お母さん、お母さん、いや汚い、もう飲まない飲まないって、これ誰が口つけたのって言って、あ俺飲んだよって言ったら、もう絶対飲まない、もう思ったことも全部言っちゃうから。その番組で親子共演みたいので出た時もあったんですけど、うん、その時にそのスタッフさんが、あすいませんこれ少ないもんなんですけど、まあ僕の方にはギャラが入りますけど、うん、母親の方はもう善意で出てますから、はい、まあそれはもうお車代ぐらいのもんで、車代ぐらいな感じでこうやって渡してきたんですけど、普通結構あ大丈夫ですと、ただ子供のために出たんだからぐらい言うのかなと思ったら、その何も言わずに ありがとうございますって言ったんですよ。分かりましたって一発目で取ったのが、あちょっと気に食わないなと思いながら、で行こうと思ったらその場でね中を見たんですよ。で中見てね、それが図書券だったんですよ。そしたらここにいるんですよ、ここにいるのにもかかわらず図書券かいって言ったんですよ。関東の人なのに関西弁で言ったし、でやめてくれと、恥ずかしいな、恥ずかしい、だからもうやめていただきたいんですよね、そういうの。それはもう言うてえわ。 あれ俺覚悟してたんですよ。いやいやそれ大丈夫やわ、俺多分封筒の裏あたりに来るなと思ったんですよ。図書券で、それはもう待ってたんですよ。いやいや、あの、はい、映画化はダイアンだけなのかね、監督は、監督は映画だよ。あ、そうなんだ。今野さん、ちなみにお父さんうざいと思ったことってありますか。まあでもちっちゃい時からやっぱテレビでねネタにされるのはやっぱり、うん、あ辛い、ちっちゃい時とかはうざかったなと思います。やっぱ学校で言われるんですか。うん、お前お父さんが言うてたねとか。逆に気使われて言われなかったんですよ、私なんか言っちゃいけないのかなみたいな。だからバラエティ番組とかのこう、昨日何々見たあれ見たって話とかも、うん、父親の番組だけなんか話さない空気が若干ありましたね。自分が同じポジションだったら絶対聞きますもんね。めちゃくちゃ聞こうもん、何食べんのとか。基本的なところ聞きたくなっちゃう。さあ山里、はい、うざい家族どうでしょう。僕はもう自分の家族とかじゃないんですけど、はいはいはい、混み合ってるっていうのがまあ大前提なんですけど、混み合ってる駅で、うん、子供に券売機とか自動改札機を体験させようとする家族が嫌なんですよ。スマホ見させて、見させてよ、俺が見たら見てくださいっていう感じやね。まあ確かに、うん、でも俺が見た瞬間にすぐ見るやつも嫌やね。見たかったんそんなん。俺の話早く終わらせたって、早く見たかったんとか思うから、俺が見た後ちょっと一泊置いてこう見てほしい。先輩見たから喋ることなくなったな、じゃあまあ見ようかみたいな。そうそう、一泊置いてほしい。まあまあそれはな。でも多田さんはすごいそういう風にその後輩のことをこう見てくださっても、多田さんもすごい細かい方じゃないですか。多田君に何かあんの。はい、言うたれ言うたれ。そうなんですよ、1分ネタぐらいのこう生放送があったんですよ。でいろんな芸人さんが出る時に、何 お正月だったんですけども、多田さんもお一人で出ていらっしゃって、あ、前な、はい、あったあったあった、あったあったあった、で何人もこう入れ替わりでこういらっしゃるんですけど、大きいひな壇にみんなこう座っていくっていうのがあって、あった、分かった、あったわ、分かった、ごめんごめん、無意識に言ってた、あったのかな、分かった、ごめん、あったあったあった、あった、何回言うねん、もう分かったから、あったんわ、ごめんごめん。で、どこに誰が座ってくださいっていうのは指示はなかったので、うん、みんな本当にこうちょっとずつこう座っていくんですけど、うん、で多田さんも初めに出られて、で私も出られ、うん、こうだん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 こうみんながちゃんとこう座れるかなみたいな感じで、うんうん、まあそれぞれこううまいこと座ればいいんですけど、うん、多田さんもう気になっちゃって、うん、みんなが綺麗にこう座れるかどうかが気になって生放送中、うん、MC の横にいらっしゃったんですけど、うん、ずっとみんなの話してた。
みんながちゃんと座れるかどうかっていうので、やっぱ MC の話よりもこっちの方を気にされてたのはちょっとそれが気になりましたけど、あ、優しいなた、アホや、いや俺は MC の席にの横に俺が座るなんてちょっとおこがましいみたいなっていうのもあったんよ。それやったらちょっとこうどんどん出てきた先輩方もおるから、俺大丈夫かな、あ、変わりましょうかっていうので常にこう後ろを気にしてたということなのよ。でもそんな変われへんねん。そんな別にそこで変わるってなってもそんな番組通してもおかしになるやん。 MC もあーって振ろうかな思ってるのになんか大移動起きてたとかしたらあれやん、そんなもんだから席のことを気にすな、仕事せえ、これやん、うん、芋焼酎パーッ芋焼酎じゃお前はさあ行きましょうか。うざい家族に関するはっきり論は、息子の仕事場にシャシャリ出てくるおかんやめてくれ。つかどういうこと。これうちのおかんなんですけど、あちょっとね、まあちょっと調子乗りっていうか、うん、嬉しがりっていうか、まあ面白いやんなロケ今ちゃん実はやりたいとかして、まあ、まあそんなんはあれおもろかったやん、いいんですけど、うん、普通の営業あるじゃないですか、あの滋賀県でね毎年やってるあの新喜劇のライブ行け聞きたいってなんすか例えどういう意味ですか、わけのわからない、わけのわからないやねんか、お前ラーメン屋行ってご飯に文句言ってんねん、な、向こうはラーメン本気やねん、お前があります漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるの一緒やねん、でもお前演技下手やん、ベチャベチャやお前の演技、いや横着してるだけです、お前は演技やってみろ、ここでどういう演技ですか、恋人が死んで何言うてんの、わけるわからん何言うてんすか、それやろお前エンパテンすか、お前やろ俳優から見たお前やってくれてんすか、珍しい焦ってんの、今日珍しい焦ってんすか、お前や焦ってんの、どうやってんの、らしくない、お前やらしくない、何がもうええ、ちゃくちゃ黙れ、この次から津田どうですか。僕です。この後に普通に喋る。コンビニの店員さんなんですけど、うん、あのクリスマスシーズンに、うん、みんなあのサンタの帽子とか被るじゃないですか。でもたまに若い子でちゃんと被ればいいじゃないですか。うん、でもなんかちょっと斜めに被ってオリジナルに被って、うん、俺ほんまこんなんやりたない年間を出すやつ、うん、これ腹立つんですよ。まっすぐ被れと。なんかすごいちゃんとやってる子まっすぐ被っていらっしゃいませみたいな。斜めに被って、うん、俺こんなんまだ、ね、まだまだ上目指してるからみたいな。前髪出してみたいな。そうそうそう。なんか態度も悪いし、うん、ちゃんとやれよ思うんですよ。うん、お前将来絶対できへんのかお前みたいな、うん。そうね。そういう風に思います。わかるわかる。これわかるでしょ。わかる、うん。次行きましょうか。はいよー。いや いつでも探しているよでかかってくるわけどっかに君の姿をみたいな、ずっと探すで、探さないです、給湯室もちっちゃい塩ラーメンの裏にどうやって運んでるのか、いるはずもないのになるで、いやなそれであ最後終わるまで終わって半年後おかん死んでみ、あ滋賀の営業審査員差し取りだったらよかったなってなんねんほんでまた次の年滋賀の営業はそんなこと知らず呼ばれるやん、うん、ほんだらファーってお、もちろんいてはらへんやん、はい、ちっちゃい塩ラーメン作ろうかな、でも泣いてるから手も震えてる、ちょっとこれも押されへん時になんかグーって力入る時あんねん、押されへん押されへんと思ってグーってなる、はって鏡見たらおかんが後ろからこうやってるもっともっともっといい感じで現れてほしいですわ、なんで塩ラーメンのこれ、うん、ぐらいですよ、うん、厨房入って作業する信じられないですよ、うん、無免許これも飲食でも一番嫌いなパターン、いやなそれ、いや分かるわ、お邪魔しました、はい津田とかどうですか、僕あのはなんか普通の居酒屋でも何でもいいんですけど行ってる時に、うん、急にあの照明がパッと暗くなって、あの明るめのハッピーバースデーの歌聞こえて、うんうん、なんか奥の席の方に持っていくのを店全体で祝わそうとするのがむちゃくちゃ嫌なんですよ、知らんやんってなりますよ、
いやでもまあそれやったら別にそこの席まで誕生日ケーキ持ってってそこで歌やいいじゃないですか、うん、なんで店全体の照明をファッてちょっと暗くして、うん、一緒に何何でハッピーバースデーのあれそれは鈴木鈴木ハッピーバースデーのあれそれは鈴木それでなんかバーって持ってきてなんかやられてる子もなんか、うん、えみたいな、うん、いやお前わかるやろ、うん、絶対知ってたよお前みたいなで店全体でなんかちょっと歌ったりするみたいな、うんうん、パチ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 一人です。一人で、うん、一人でイタリアンみたいなのも食べててわーって暗なった向こうでハッピーバースデータンドレデンテントーラーみたいなのがイタリアンみたいなタンダリリタレみたいなのが始まっても全然こうやって見て大人なキャッチ僕も食べさせてもらってんねんからここで俺の店ちゃうしだから食べててタンダルティーリータンレーイタリア語だったらハッピーバースデーじゃないのよイタリアンではタンダルティーリータンレーってなったらもう一応こうはせえへんでめっちゃまあこうもせえへんしこうもせえへんでみたいなずっとこうで見てでテーリーみたいになったらでもこっち見てなかったもいや大人すぎません。いややる。じゃこれはあかんやろ。だからこうやって一応すいません、うん、もうこれで終わりです。僕ちょっとご飯食べさせてもらいますんでっていう。それぐらいしてええんちゃう。山ちゃんうなずいてたよな。山ちゃんさっき俺言えた時えらいごつうなずいてくれてましたよ。クラナの山ちゃん。山さんが引っ張ってくれたから目もそらしてうなずいてたよ山ちゃん。やってるやん。やってるやん絶対。言ってたやん。そうなん。いや俺は見てへんからあれやけど。言ってました。あってなってましたもん。ほんま。やってたやん浜ちゃん。やってもケツやっちゃってんだよお前。なんでこのタイミングでんの。このタイミングでんの大体。雨降るか津田が喋り出した。湿度か。湿度的なもん出てる。気圧気圧気圧。可愛くないなんて言ってることじゃないですかね。うん、お金は稼ぎますよもちろん。順位ってこと？その。うん子供のために稼ぐっていうのよりも、うん、子供のために稼いでるっていうよりも自分のために稼いでるっていう気持ちの方がでかいって話って言った方が、うん、自分が好きだからやってますでその代わりお金が入ってこれ家族にあげてますとかこれだったら僕なんか納得いくんですよなんか全部が子供のためにって言っちゃうとあれっとっていうふうに、ん、でもな好きで、うん、だけで芸人やってる人ばっかりじゃないっていうのも、はい、分かってほしいよなだから鈴木君はめっちゃお笑い好きなんやろやんのが、はい、あまあまあそんな言うとちょっと俺のキャラクターにないんだあんまりいやだから言うてたよ言うてたよ俺好きだもんねたくさん、うん、だ優先順位がそうなってるだけで言えば貧乏になったって家族おってもお笑い続けんのやろ、うんうん、多分やろ俺だって貧乏になったらそっこやめんもんもうあ、何やるんですかそうからん飯食える方法それよりもただくんなんかもう、うん、若い時から言ってたもん俺どんだけ飯食われへんかっても絶対やめへんって言ってたもん俺その時、うん、ああ変わってんな思ったっていうか変わってんなっていうか俺とはちゃうなと思ったあなるほど、うん、今はでもやっぱりこう家族おるから食われへんようになったらやめるけどああそうやめるし、うん、え小籔君がそのお笑い好きじゃないっていういやうんいや、うん、好きやったけど、うん、いや好きでしょこんだけ喋ってたえっこれ何いや好きですよ一番好きや得意のね得意のこの何かあったら出てくるこれいや別に好きじゃないことはないけど、うん、やっぱな、うん、漫才師やってた、うん、相方が辞めるっつった、うん、俺がネタ考えてさ、うんはいそのうん、ラジオとかでもさ、うん、ボケてた、うん、相方に、うん、俺もう作家になるからやめるわ、うん、は、うん、もう一番近いやつにさ、うん、はいお前もこの先お金にならん人、うん、はいもう通用しないダメな人ですよね、うん、って言われたようなもんやだからよその人にさ、うん、言われたって、うん、おいおい俺あのラジオでめっちゃおもろい例え言ってんけどとか、うんうん、あの面白いネタ、うん、あんた見てへんでしょとか思えるけどさ、うん、まあ三振も見てきたやろうけどホームランも一番見てるはずのこいつが、うんうん
俺作家になるからやめるわって言ったってことは、うん、あ俺もうやっぱ無理なんやっていう、うん、ガシャーンってなったから、うん、それは今ぶっちゃけ、うん、滑らない話で、うん、松本さんから賞をいただき、うん、死ぬほどレギュラーあるから、うん、まあ、ちょっと自信が出てきましたけどそれは解散したって今から思ったら 2、3年もうボッキボキやったもん、もう、まあ今は、うん、まあ結構出てますけどね、なんでこんな顔になったアンケートも取ってないですけど、僕の周りに聞いたら硬い方が好き、べちゃべちゃな腹立つって言ってる人結構おるんですよ。お前友達少ないからそう、いや地元の友達とかっていっぱいいる。地元の友達だから、あ短大時代の女の友達短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですか。じゃあ俺はどっちも好き、でもあれですよ、柔らかいってほんまにほんまに質の悪い。一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう。硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん。俺全部好きやから。お前多分ご。おかしいでしょ。まあ。なんで俺食べさせてもらってるんですか。なるやん。ならないです。なったらもう最悪なことやで。そんなゴーストで現れたらさ、もう一生後悔できへんわけよ。いや、でまだ元気やからね。急に体調悪なるで。まあ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 、それはもう大切にしてください。いつ死ぬかわからんということ。まあまあまあね。そうやろ。でまあその現場にね、そのね営業とかに来られたら嫌じゃないですか。うん、何も言えなくなりますよ。おかん死ぬから。全部頭ごなしで。小籔さんはいつもそう。俺が提案すること全部頭ごなしで。否定から入ってまず否定から、否定じゃあ聞いたやん、ずっと聞いて、うんうん、いや、これは小籔さんもね、なんか共感してくれたらよかったと思ったら、もう次の一言目からグンッとってちっちゃい塩ラーメンでちょっと言われてほんま大事にしますよ、まあまあ、これだけほんまに大事にします、うん、大事にしてますよ、本当に、ね、いい西澤どうですか。そう、僕はまあ親父なんですけど、お親、まあ、僕も39なんですよ、うん、そうやのに、いまだにね、まあ、これも皆さんかも分からないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというか、その親父はね、多分ね、僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それが分かるんですよ、うん、39やのに実家帰ったりとかしたら、なんか、お前あれ冷凍庫にクリームあるぞとか、クリームクリームどの種類のそうなんですよ、アイスのことね、あのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ親父は言うんですよ、スモークゼロやから、はい、普通アイスって言うじゃないですか、うん、親父はクリームって言うんですよで見たら全然クリームちゃうんですよ、クリーム系この白雪とかそんななんですよ一回ね、僕3年ぐらい前に喉の扁桃腺切るっていう手術したんですよ、うんうん、でそれは全身麻酔なんですよ、うん、病院の決まりで全身麻酔の場合は誰か身内が来とかなあかんと、うん、でまあ僕は独身なの でお金に電話して悪いけどこうこうこうやから手術の時だけでいいから来といてくれへんかと、うん、あのもう終わったらすぐ帰ってくれてええから、うん、そんな分かった行くわってなって、当日病室行ったらおかんだけ呼んでんのに、うん、もう親父も来てるんですよ、なんかすごい大きいリュックショーいや僕36とかやったその時、うん、36のめちゃくちゃ大人の息子が何の病気でもない、ただただ扁桃腺を取るだけの手術になんで親父くんねんと思ったんですよ、うんうんうん、でもなんで親父くんねんとか言うのもちゃうじゃないですか、ね、大人として。とかちゃうから、はい、だからまあまあええわと思って、でまあ言うて言うて改ざんするの体って言ってました、さっきのアマンボイと一緒やねん言わせとるやねん、あれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃう、それはちゃうぞお前いやいや、それはお前変獣報道や、変獣報道、変更報道や、偏った変更、まあアンケートも取ってないですけど、僕の周りに聞いたら硬い方が好き、べちゃべちゃな腹立つって言ってる人結構おるんですよお前友達少ないからそういや地元の友達とかっていっぱいいる、地元の友達だから、あ短大時代の女の友達そうや、短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですか。じゃあ俺はどっちも好き、でもあれですよ、柔らかいってほんまに質の悪い、一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう、硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん、俺全部好きやから、お前多分 5個目の柔らかいとこ行ったらべちゃべちゃ言うねん。でもね、それは多分ほんまにちゃんとおしゃれなとこのええやつじゃないですかね。でもそうじゃないです、ただただ店員が横着してるやつお前水とか全然ちゃんとやってへんやろ。柔らかさだけの話ね今、お前硬めの方が好きなやつが多いって言ったん、それはだからちゃうって、柔らかめが好きなやつもおるから。いやでも硬めの方が好きな人もおるじゃないですか。それは歪曲してるお前事実を。歪曲全然言葉じゃないちょいちょいバカが出ちゃうから。歪曲って何ですか。分かんない、わけのわからん、事実を分かんない
んでわけのわからん。あんたの相手ってわけのわからん。俺怒られなあかんねん。そんだけ米好きなんだったら米の専門店行け、お前。ラーメン屋で前、その、サブの方に行くからやんか。そんなにギター聴きたいんやったら、ギタリストのライブ行け。ギター、聴きたいってなんすか。例えば、どういう意味ですか、わけのわからん。お前、わけのわからんやねん。お前、ラーメン屋行って、ご飯に文句言ってんねん。な、向こうはラーメン本気やねん。お前が分かります。漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるの一緒やねん。でもね、お前演技下手やん。ベチャベチャやお前の演技。いや、横着してるだけです。お前は演技やってみろ。ここでどういう演技ですか。恋人が死んで何言うの。分かる分からん。何言うんですか。それやろ。エンパテンですか。お前やさ俳優から見たらお前やってくれてるんですよ。珍しい焦ってる。今日珍しい焦ってるんですか。お前焦ってんの。どうなってんの。らしくない。お前らしくない。何がや。もうええ。ちゃくちゃ黙れ。この次から。津田どうですか。僕ですこの後に普通に喋る。コンビニの店員さんなんですけど、うん、あのクリスマスシーズンに、うん、みんなあのサンタの帽子とか被るじゃないですか。でもたまに若い子でちゃんと被ればいいじゃないですか、うん、でもなんかちょっと斜めに被ってオリジナルに被って、うん、俺ほんまこんなんやりたない年間を出すやつ、うん、これ腹立つんですよ。まっすぐでもまあ一回聞いてきますね。無理でしたって言うのが俺だけ。なんでなんで。そう、今もうポケットとか入んないでずっと持ってるやつ。ポケットに入れるためにどんだけ毎日みんな会議したことか、ね、その人たちの気持ちもわからないやつがバカだなと思ってるんです。だいたいスマホってのは意外とその人間性がそこに出るんじゃないかなっていう。僕一番思ってるのがスマホの画面がバキバキなのに使ってる女はやりまんと。高いからさ。高いからその。いや高いから。でも高いんじゃないの。いやでも、うん、結構すぐ直さなきゃいけないマストの事項だと思うんですね。バキバキねっつって、うん、でそういうやつはどういうことかっていうと、うん、まあ見にくいけど使えるからいい、まあ見にくいけどまあ、うん、まあなんとか機能さえ果たせばいい、うん、まあやれればいい、うん、やりまん。グラデーション2個目から3個目飛びすぎ。グラデーションひどかったよな。三段飛びで2段目の危険世界的な記録を持ってた。北西長い長いジャンプで確認できそうなんですよそれを今、うん、なんでもねちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ、うん、これちょうどヒロドアナ、まさかこんなアナウンサーなんか悪くないでしょ。確認できそうなんですよそれを今、うん、なんでもねちょっとヒロドアナの携帯落ちとかしていただければ、これちょうどヒロドさんのやつです、まさかこんなアナウンサーなんか割れてないでしょ。あれ結構割れてる。やりまんだ。違う。ヒロさん、ってみますから。バッキバキのマスクだって使いづらいじゃない、ここセンスが入って。これ壊れてからの期間、あ、聞いた方がいいんじゃない。そうですね。そうか、今日壊れてたらあれですもんね。あ、そうか、今日だったら無理だ。いつぐらいから壊れてたんですか。2ヶ月。やりまだ。本当に。結構修理代が高いんですよ。そうね。かなり高いので。別にいいやって感じじゃない。いやまあ、一応確かに機能はタッチは反応するので上の方は、うん、ほらタッチが反応するとか言うじゃない。やめなさい。やめなさい。本当にやめなさい。アホの童貞2人。酒飲んで髪の毛触り出したら今日はやれるみたいな。ちょ偉いね。偉い。しかもここに性癖の M って書いてある。言ったぞ。やめなさい。小文字、いや小文字で表すやつおらへん。私 M なんですよ、だって大文字。小文字おらへん。偏見がひどい。夢見せてくれてありがとう。あの方がそうだとしてもお前らに降り注ぐことはないから。ないやろ。ほんとに大人すぎません。いや、やる。だからこれはあかんやろ。だからこうやって一応すみません、もうこれで終わりです、うん、僕ちょっとご飯食べさせてもらいますんでっていう、それぐらいしてええんちゃう、うん、山ちゃんうなずいてたよな。で山ちゃんさっき俺言うてた時えらいごつうなずいてくれてましたよ。でクラゲの何でやろ。山さんが人だってけどなんか目もそらしてうなずいてたよ山ちゃん。やってねえやん絶対。
やん。言ってない、言ってたやん。これそうなん、いや俺は見てへんからあれやけど、言って、言ってました、うん、ってなってましたもん。ほんま、やってたやん浜ちゃん。いやでも頸椎やっちゃってんだよお前。いやいやなんでこのタイミング出んの、このタイミング出んの。大体雨降るか津田が喋りだした。湿度か、湿度的なもん出てる。気圧、気圧、気圧、気圧変えて持ってんの。ちょっと古気づいたもんな。ちょっと待って。そんなに耳飛行機乗ってるみたいになってる。今田さんどうですか、はい、飲食店で嫌な店員さんとか。本日の何々みたいなのです、うん、本日の肉料理とか、うん、本日のパスタとか、うん、それを把握してない人。シンプルな人。ちょっと聞いてきますって帰る方いらっしゃると思います。確かに、うん、その時間がもったいないと思う。まあね、変にせっかちな部分もあるんで。 あとはまあ僕ペペロンチーノめっちゃ好きなんですけど、うん、ね、好きなんですけど、まあ、桜エビと春キャベツのペペロンチーノってお店あります、うん、まあ、それええやん、はい、でも俺何もなしが好きなんよ。まあそれわがままか分からんけど抜くだけやから、はい、あすいませんちょっとこれあのこれなんですけど値段そのままでいいんで、はい、ちょっと何もなしの普通のペペロンチーノ作っていただけますかって言ったら、あ多分無理やと思うんですけど、え、なんで、じゃあ缶詰入れてんのって思え、缶詰かけてんのここってなるね。バリバリのオープンキッチン、その割と本格派でも一回それで、あちょっと無理やと思うんですけど、あそうですか、あでもまあ一回聞いてきますね、無理でしたって言うのだけ俺なんでな、なんでベースのもんなんで鷹の爪とニンニクさ油で炒めて麺入れるだけ、それ以外何にもいらん、なんでそれ無理だけど、キャベツと桜入れるのはいけるけど入れてもらう無理だバーで最初多分気付いてない、オリーブ油バー入れるやん、鷹の爪バーでも切ってるやつや多分入れて、鷹の爪コンコンバーは入れて、そこに麺入れたいのに無理なんやろ。麺入れようとしたらこっちの手で入れてまうもん。あかん、じゃあちょっともう一回作り直そうよ。バーでお湯やってます。ちょっと茶色になってきた。麺入れようか。あ、なんで。それはもうプライベートでやっといて、ファンの人は実はこうそういうとこ見たいって人が多かったりするみたいなんですね、グラビアさん、グラビアファンはな、うん、それはプライベート見たいよな。いやでも原さんのファンでもその走れメロスの本とそのセクシーな原さんの写真やったら俺絶対セクシーな原さんの写真を見たいと思うんですよ。絶対そう、原さんにね、コアなファンがいないからそうなってるんですよ。一時は好きと言われたらどうだお前は。もうドキドキしにつうからよ。いやでもね、やっぱただでそんなセクシーなのを見ようとしてる男の方がダメじゃないですか。いや分かる、俺もほんまどっちがやったら黒沢がやる、見ないよ。だってそれグラビアのほんまの雑誌の方を見てやってなんね、うん、でもそんなん言うんやったらもう飲み会行っても俺ら喋りませんよってなんで。いや別に、いや気の利いたこと言いませんよってなんで。例えばほんだらグラビアアイドルさんとね、お笑い芸人がコンパやった時に、そう気の利いたことは言いますよ。確かにね、ただで、それはただで言うんですよ。でその写真見せて言うたらな、お金払っておかしいやんそれは。いやそれは全然脱がないんですよあいつら。当たり前や、ほんで向こうが分かった脱ぐわ、その代わりあんたらも相当おもろいこと言うやろうなってなったら、もうそんなもうレモンサワー来ないな。怖い怖い、それ怖いなるやろそらな。でもなんかその写真ぐらいさ見せてよって思うね、飲み会の前やから、それ商売やからさ。向こうからさ、いや愛想笑いやし、ほんまのこと言うたら、バロフーム仕分けると思ったからあれやけど、あんた別にあんたで笑ってへんもん。いやあの笑い方は愛想笑いじゃなかった。私で笑ってた。いや私うまいから、うん、私うまいから、いや俺見抜くの得意やから。見抜けてへんから。私あのめっちゃ面白いこと思い出すんだから。どうやれ、レモンサワーパーって向こう言ってるから。よう入ってんなそれ、よう入ってんな。もう一杯頼んだ。終わんないじゃないですか。あと電話で言うと、うん、まあ単純に電話で言うと、うん、なんかその例えばこのお詫びとか謝りの電話かかってくるじゃないですか、うん、はい、ほんではいはい、あいいですよ大丈夫ですよって言った後
なんか向こうから切られるとなんでってなるんですよ、ね、ああなるほど。なんかその面と向かって謝られた時で言うとなんか謝った後なんか屁こがれたみたいな。いやそれ例えそれ例え遠い。それ例え面と向かって謝られた時にすいませんでした。でパッてさっき行かれるというかさ。ああやったらわかんないけどすいませんでしたプーと、まあ、確かに切る時ピーとはなるけど。ピーとプーはちょっと似てるけど。そういうことじゃない言ってるのは。西澤どうですか。そう僕はまあ親父なんですけど。親まあ僕も39なんですよ。うんそうやのに、いまだにね、まあ、これも皆さんかも分からないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというか、その親父はね、多分ね僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それがなんか分かるんですよ、うん、39やのに実家帰ったりとかしたら、なんか、お前、あれ、どこにクリームあるぞとか、クリームクリームどの種類のクリームそうなんですよ、アイスのことね、あのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ、親父は言うんですよ、スモーブゼロやから、はい、普通、アイスって言うじゃないですか、うん、親父はクリームって言うんですよ、で見たら全然クリームちゃうんですよ、クリーム系この白雪とか、そんななんですよ、一回ね、僕、3年ぐらい前に、喉の扁桃腺切る、ついてんなと思うけど食べれちゃう、全然、腹立てへん、あもう全然腹立たへん、腹は立たへん。腹立つやんな言うてきた改ざんするの腹立つって言ってましたさっきの甘んぼいと一緒やねん言わせとるやろあれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思うそれはちゃうそれはちゃうぞお前いやいやそれはお前変獣報道や変獣報道変更報道や偏った変更まあアンケートも取ってないですけど僕の周りに聞いたら硬い方が好きべちゃべちゃな腹立つって言ってる人は結構おるんですよお前友達少ないからそういや地元の友達とかっていっぱいいる地元の友達だからあ短大時代の女の友達そう短大時代の女やからいや柔らかい方が好きですかじゃあ俺はどっちも好き、でもあれですよ柔らかいってほんまに質の悪い一回ほんで恵比寿でご飯屋行こう硬いとこから柔らかいとこまで5段階の店あんねん俺全部好きやからお前多分 5個目の柔らかいとこ行ったらべちゃべちゃ言うねんでもねそれは多分ほんまにちゃんとおしゃれなとこのええやつじゃないですかねえでもそうじゃないですただただ店員が横着してるやつお前水とか全然ちゃんとやってへんやろ柔らかさだけの話ね今お前硬めの方が好きなやつが多いって言ったんそれはだからちゃうって柔らかめが好きなやつもおるからいやでも固めの方が好きな人もおるじゃないですかそれは歪曲してるお前事実を歪曲全然言葉じゃないちょいちょいバカが出ちゃうから歪曲って何ですか分かんない話しちゃってよ事実は訳の分からん俺怒られなあかんそんだけ米好きなんだったら米の専門店行けよお前ラーメン屋でお前そのサブの方に行くからやんかいやそんなにギター聴きたいんやったらギタリストのライブ行けギター行ってなんすか例えどういう意味ですか訳の分からんお前わけの分からんやねんお前ラーメン屋行ってご飯に文句言ってんねん、はい、な向こうはラーメン本気やねんお前が分かります漫才おもろいけど演技下手やと怒られてるの一緒やねんでもねお前演技下手やんベチャベチャやお前の演技いや横着してるだけですお前は演技やってみろここでどういう演技ですか恋人が死んだなんでベースのもんなんで鷹の爪とニンニクさ油で炒めて麺入れるだけそれ以外何にもいらんなんでそれ無理じゃけどキャベツと桜見れるのはいけるけど入れてもらう無理やバーで最初多分火ついてないオリーブ油バー入れるやん鷹の爪バーでも切ってるやつや多分入れて鷹の爪コンコンバーは入れてそこに麺入れたいのに無理なんやろ麺入れようとしたらこっちの手で入れてまうからあかんじゃあちょっともう一回作り直そうよバーでオイルやってバーでちょっと茶色になってきた麺入れようかあ、何だ麺だけがええのマシンのやつ何のこれ聞きたい何も入ってんやんペペロンチーズが無理っていうイタリアンは缶詰か左手がいたずらするのどうですか西澤どうですか僕はラーメンとか好きで、はい、まあラーメン屋さんとか行くんですけどラーメン頼んだら大体僕はその白いご飯と一緒に食べたいんですよ、うん、ラーメンと白いご飯白いご飯、うんそのね、白いご飯がべちゃべちゃの店があるんですよ水が多すぎて、うん、もう団子みたいになって塊が入ってたりとか、うん、
あれがむちゃくちゃ腹立つ。いやもうええやん。いやそれがね、しゃあないやん。それね、いやご飯のね、ちゃんと一粒一粒が見えて、かちょっと固めに炊くっても絶対そうじゃないとダメやと思うんですよ。いやそれお前が固め好きなだけで、柔らかめが好きな店主さんなんや。それはしゃあない。べちゃべちゃのね。お前から見たらべちゃべちゃやね。こんなね、こんな塊になったね。仏さんのご飯みたいなやつがね。そうべちゃべちゃで海苔みたいになってるやつとか。めちゃくちゃ腹立つんですよ。それお前固めが好きなだけやんけ。いやでも別に柔らかめに炊いてるわけじゃないんですよ。それはただただ横着なだけなんですよ。横着ってどう横着なんだ。いや水がね、水が多すお前これ半合で炊いたんかって思うんですよ。キャンプやったらええでキャンプやったらええで別に多少ミスだな、はい、しゃあない。それ半合でそんな時間の日で炊きにくいやろう。でもちゃんとした炊飯器で毎日炊いてる、何回も使ってるやつでなんでこれなんねんって。どうですか、あのご飯絶対嫌じゃない。結構ラーメンでこうしょっぱいなって、まあ米はまあくっついてんなと思うけど食べれちゃう。全然腹立てへん。あもう全然腹立てへん。腹は立たへん、うん。腹立つやんな。言うて言うて改ざんするの。腹立つって言ってました。さっきのアマンボイと一緒やねん。言わしとるやね。あれはね僕でも硬い目の方が好きっていう人の方が僕結構多いと思う。それはちゃう、それはちゃうぞお前。いやいやそれはお前変獣報道や。変獣報道、変更報道や。偏った変更変更、まあそう詰まってない。出せ出せ、そんな原因としてんからあれはアホです。そっか、その人、うん、先輩やけど、うん、パクってばっかりやってん、うん、な、うん、咀嚼できへんのかお前。食うたらそのまま出てくるタイプ。見たやつそのままパクってやるんか。あそれは見るわお前。ヨッシーみたいな感じですよ。ちょっと亀とかは甲羅だけになってるけど。有名人と付き合ってる後輩芸人おりやんか。万格する。それはすごいこう羨ましいことで。いや素晴らしいことよね。いいなと思います。ただ僕がそういう立場ね、彼女が有名人の方ならね、ちゃんとその事前にまあこういうバラエティーとか行ったら先輩後輩同期おるからちゃんと挨拶してなっていうのは。言うと思うんですよ、ね、彼女にな、その、まあ、モデルさんなり、女優さんなり、ね、バラエティアイドルなり言うと思うんですよ。でも昨今のこの後輩芸人はその拝み倒して付き合ってもらってんのか、そこまでのこの教育が行き届いてないというか。なるほど、彼女にそれは言えない。言えない。そうかそうかそうか、拝み倒してるから。拝み倒してるから、拝み倒しても付き合えたまえ言うとるから。ほんでその噂の彼女とねこう挨拶の感じになるじゃないですか、うん、はい、ほんなら「おはようございます」みたいな感じで「あれちょっと挨拶こう軽いな」みたいな、うん、あれお前の彼氏俺の後輩やけどみたいな、うん、何もねそのうちの彼氏がお世話になってますみたいなことは言わなくていいんですよ、うん、ただうちの彼氏いつもお世話になってますという顔で挨拶をしようしますそれは分かる、それは分かる、うん、お前の彼氏が俺らよりかは下の場合さ、そこプラマイ考えて生きた方があんたは美しく見えんのに、そうそうそう、目元、うん、ベースメイク、うん、チークの幅、うん、ばっかり考えてそう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 、ほんまにほんまに女としての謙虚さ、うん、彼女、うん、パートナーとしての控えめな態度という、うん、チーク、そうそうそう、一切乗ってないこんなんするくせにこんなんするくせになんかランウェイの上から怒る感じですよねおしゃれにしたら怒り方だ、うん、こんなんするくせにこの棒こんないのに毛こんなんみたいな毛と棒の量落ちないのっていうやつでファーやるくせに、そう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 、前まで私のところが、うん、そんなの付き合った時、あ、ありがとうございますって言うたら、あってなって彼氏の株も上がって、そうそうそうやね、彼氏をサポートする気あんねや、この子、ええ子やな、じゃあこの結果な、彼氏と彼女、嫁はんと旦那なんて、うん、もう相手見たら大体、典型で言うと、まあこの言うたら30代40代の男に多いねんけど、はい、あのテレビ何見てるって聞いたら、NHK しか見てへんなみたいな、うん、あとドキュメンタリーアニマルプラネットディスカバリーチャンネルしか見てないなっていうやつおるやんか
でもそういうお前もスマホで卑猥な記事見てるやろと思うんですよ。いやそれ見てへんかったら認めるけど、はい、なるほど。ほんでまた俺それ言う、うん、言うやつでさ、うん、もう NHK とディスカバリーチャンネルしか見てへんね、うん、って言うて、うん、そいつと24時間ぐらいおったって、うん、ディスカバリーのディノジも出えへんというか、うん、NHK の政治経済の、うん、背の字もケの字も出てけへんやつ、うん、お前ってさ、うん、大飯ぐらいの痩せてるやつというかさ、うん、ええんですけど見なってへんやん見てるくせに空っぽってことやろお前って全部出てってそうそう俺インプットするだけしてアウトプットできへんやつはインプットを大きく言うたら、うん、お前アホやと言うてんと一緒やでと思うねん。なんかいいもん見てるっていう自慢って実はすげえダサいですね、うんうん、そう昔、うん、ネタ一切書けへん全然おもんないやつが、うん、な、うん、まあ俺結構太宰とか好きでああそうね本とか結構読んでる、ね、うん、ああそう太宰とかあと映画とかなんか、あウォンカーウェイとかあの裸のランチとか、うん、まあそんな好きで、あそうな、あと漫画とかも結構マニアックになってめっちゃ音楽、うん、映画、うんうん本、うん、漫画とかもうそれ全部見てますみたいな。でもネタ書かれへんって。いや何なら超詰まってない出せ出せそんなゲームとしてんからあれはアホです。そっか、うん、その人、うん、先輩やけど、うん、パクってばっかりやってん、うん、な、うん、咀嚼できへんのかお前食うたらそのまま出てくるタイプ見たやつそのままパクってやるんかあそりゃ見るわお前ヨッシーみたいな感じですよちょっと亀とかは甲羅だけになってるけど有名人と付き合ってる後輩芸人おりやんかそれはすごいこう羨ましいことで、いや素晴らしいことよね、うん、いいなと思います、はい、ただ僕がそういう立場ね彼女が有名人の方ならねちゃんとその事前に、まあ、こういうバラエティーとか行ったら先輩後輩同期おるからちゃんと挨拶してなっていうのは言うと思うんですよ、ね、彼女にな、その、まあ、モデルさんなり、女優さんなり、ね、バラエティアイドルなり言うと思うんですよ、うん、でも昨今のこの後輩芸人はその拝み倒して付き合ってもらってんのか、なんかそこまでのこの教育が行き届いてるし、なんで俺食べさせてもらってるんですかなるやん、ならないですよ。なったらもう最悪なことやで、そんなゴーストで現れたらさもう一生後悔できへんわけよ。いやでまだ元気やからね。急に体調悪くなるで。まあ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 。それはもう大切にしてください。いつ死ぬかわからんということ。まあまあまあね。そうやろ。でまあその現場にね、そのね営業とかに来られたら嫌じゃないですか。うん、何も言えなくなりますよ。おかん死ぬから。全部頭ごなしで。小籔さんはいつもそう。俺が提案すること全部頭ごなしで。否定から入ってまず否定から否定じゃあ聞いたやんずっと聞いてうんうん言ってあこれは小籔さんもねなんか共感してくれたらよかったと思ったらもう次の一言目からグンッとってちっちゃい塩ラーメンでちょっと言われたほんま大事にしますよ、まあまあ、これだけほんまに大事にします、うん、大事にしてますよ本当にね。いや西澤どうですか。そう僕はまあ親父なんですけど、お親、まあ、僕も39なんですよ、うん、そうやのに、いまだにね、まあ、これも皆さんかも分からないですけど、うん、やっぱりその子供扱いというか、その親父はね、多分ね、僕のことめっちゃ好きなんですよ、うん、それがなんか分かるんですよ、うん、39やのに、実家帰ったりとかしたら、なんか、お前、あれ冷凍庫にクリームあるぞとか、クリームクリームどの種類のそうなんですよ。アイスのことね、あのガリガリ君とかでもクリームって言うんですよ。親父は言うんですよ。スモークゼロやから、はい、普通アイスって言うじゃないですか、うん、親父はクリームって言うんですよ。で見たら全然クリームちゃうんですよ。クリーム系この白雪とかそんななんですよ。一回ね僕3年ぐらい前に喉の扁桃腺切るっていう手術したんですよ、うんうん、でそれは全身麻酔なんですよ、うん、病院の決まりで全身麻酔の場合は誰か身内が来とかなあかんと、はい、でまあ僕は独身なので、でお金に電話して悪いけどこうこうこうやから手術の時だけでいいから来といてくれへんかと、あのもう終わったらすぐ帰ってくれてええから、うん、そんな分かった行くわってなって当日病室行ったらおかんだけ呼んでんのに、うんもう親父も来てるんですよ。なんかすごい大きいリュックショット。いや僕36とかやったらその時、うん、
36のめちゃくちゃ大人の息子が何の病気でもないただただ扁桃腺を取るだけの手術になんで親父くんねんってことなんですよ、うんうんうん、でもなんで親父くんねんとか言うのもちゃうじゃないですか、ね、大人として中学とかちゃうから、はい、だからまあまあええわと思ってで、まあ、手術終わってね病室戻ってきてまだ全身麻酔が完全に切れてないんですよ、うん、だからちょっともううつろな感じで、うん、その時パッと分かったのが親父だけおったんですよ病室におかんおらんかったんですよ親父と看護師さんだけやったんですよそれなんかうっすら分かってほんでおしっこしたなったんですよ、うん、で僕おしっこしたいですって看護師さんに言ったら僕行けると思ってたらまだ麻酔が効いてるからこのベッドの上でシビンにしてくださいって言われたんですよで看護師さんは慣れてはるんで僕のズボンをパッパッて脱がしてね、うん、きつい一番きつい罰やな得意だね得意のこの何かあったら出てくるこれいや別に好きじゃないことはないけど、うん、やっぱな、うん、漫才師やってた、うん、相方が辞めるっつった、うん、俺がネタ考えてさ、うん、その、うん、ラジオとかでもさ、うん、ボケてた、うん、相方に、うん、俺もう作家になるから辞めるわ、うん、は、うん、もう一番近いやつにさ、うん、はい、お前もこの先お金にならん人、うん、はい、もう通用しないダメな人ですよね、うん、って言われたようなもんや、うん、だからよその人にさ言われたって、うん、おいおい俺あのラジオでめっちゃおもろい例え言ってんけどとか、うんうん、あの面白いネタ、うん、あんた見てへんでしょとか思えるけどさ、うん、まあ三振も見てきたやろうけどホームランも一番見てるはずのこいつが、うん、俺作家になるからやめるわって言ったってことは、うん、あ俺もうやっぱ無理なんやっていう、うん、ガシャーンってなったから、うん、それは今ぶっちゃけ、うん、滑らない話で、うん、松本さんから賞をいただき、うん、死ぬほどレギュラーあるから、まあ、ちょっと自信が出てきましたけどそれは解散したって今から思ったら 2,3 年もうボッキボキやったもんもう、まあ今は、うん、まあ結構出てますけどねなんでこんな顔に大好きだなさあ原さんここまでいかがでしょうか、はい、あのタクさんのその子供とライオンの話を聞いてから、うん、どうしてタクさんを好きって言ってしまったのか咲いてる人間だもんね、聞くと、うん、今すごいドキドキしてますさあ、スマホに関するはっきり論は、うんうん、やっスマホケースがやたらでかいやつはバカうわえげつないとこ敵に回したでスマホケースいっぱいおるんちゃう大バカ野郎でしょうねそうあんなも一生懸命日進月歩技術を一生懸命研鑽し頑張って頑張って小さくしよう軽くしようと思った技術者の方々の気持ちを踏みにじりある程度のケースはいいですよ可愛らしいあのこれぐらいのスマホに対してこんなでかいやつがいるんですよそう今もうポケットとか入んないでずっと持ってるやつがいるポケットに入れるためにどんだけ毎日みんな会議したことか、ね、その人たちの気持ちもわからないやつがバカだなと思ってるんですだいたいスマホってのは意外とその人間性がそこに出るんじゃないかなっていうのが、ね、僕一番思ってるのがスマホの画面がバキバキなのに使ってる女はやりまんと高いからさ高いからそういや高いからでも、うん、も高いんじゃないのいでも、うん、結構すぐ直さなきゃいけないマストの事項だと思うんですねバキバキのやつって、うん、でそういうやつはどういうことかっていうと、うん、まあ見にくいけど使えるからいいまあ見にくいけどまあ、うん、まあなんとか機能さえ果たせばいい、うんまあ、やれればいい、うん、やりまんグラデーションが効いてる母親の方はもう善意で出てますから、はい、まあそれはもうお車代ぐらいのもんで車代ぐらいな感じでこうやって渡してきたんですけど、はいはい、普通結構ああ大丈夫ですと、はい、ただ子供のために出たんだからぐらい言うのかなと思ったら、うん、その何も言わずに ありがとうございますって言ったんですよ、うん、分かりましたって一発目で取ったのがちょっと気に食わないなと思いながらで行こうと思ったらその場でね中を見たんですよで中見てねそれが図書券だったんですよああそしたらここにいるんですよここにいるのにもかかわらず図書券かいって言ったんですよ関東の人なのに関西弁で言ったしでやめてくれと恥ずかしいな恥ずかしいだからもうやめていただきたいんですよねそういうのそれはもう言うてええわ あれ俺覚悟してたんですよいやいやそれ大丈夫やわ俺多分封筒の裏あたりに来るなと思ったんですよ全部今図書券かいそれはなんでなんですよこれ映画化はダイアンだけなのね、監督は監督は映画だよあそうなんだ今野さんちなみにお父さんうざいと思ったことってありますかまあでもちっちゃい時からやっぱテレビでねネタにされるのはやっぱりつらい
ちっちゃい時とかはうざかったなと思います。やっぱ学校で言われるんですか？うん、お前お父さんが言うてたねとか。逆に気使われて言われなかったんですよ私。なんか言っちゃいけないのかなみたいな。だからバラエティ番組とかのこう昨日何々見たあれ見たって話とかも父親の番組だけなんか話さない空気が若干ありましたね。自分が同じポジションだったら絶対聞きますもんね。めちゃくちゃ聞こうもん。何食べんのとか。基本的なところ聞きたくなっちゃう。さあ山里、はい、うざい家族どうでしょう。僕はもう自分の家族とかじゃないんですけど、はいはいはい、混み合ってるっていうのがまあ大前提なんですけど、混み合ってる駅で子供に券売機とか自動改札機を体験させようとする家族が嫌なんですよ。ね、いやそれ何を学ばせてんだ。いや誰も並んでない、いっぱい改札機ある中の1個やるんだったらさいいですよと、うん、ただそれを、はい、は自分でやって自分でやってってこうやってやって、これ全然作動しない、いや後ろ並んでるよ。券売機もほら買ってごらん、これ押してごらん押してごらん、いえ誰もいない時だったら許す、うん、君が勉強するべきは人が並んでる時にはちゃんと人のことも考えなきゃいけない、そういう教えじゃないかなって僕は思いますという。いやいやそれはもちろんそうです。だからまあ押した、したことはあるやん。あります、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 ね、はいはい、その時に 100% 後ろ振り返ってたんか、お前今までお前が並んだ時は後ろおらへんかったけど、お金出してる時に並んでる可能性あるやんけ、お前きっちり押さす前に後ろ見たかって言われたら。うざい家族どうでしょう。僕はもう自分の家族とかじゃないんですけど、はいはいはい、混み合ってるっていうのがまあ大前提なんですけど、混み合ってる駅で子供に券売機とか自動改札機を体験させようとする家族が嫌なんですよ。こう抱えてこうやって押させてね、いやそれ何を学ばせてんだ。いや誰も並んでない、いっぱい改札機ある中の1個やるんだったらさいいですよと、ただそれをはら自分でやって自分でやってってこうやってやって、これ全然作動しない、いや後ろ並んでるよ。券売機もはら買ってごらん、これ押してごらん押してごらん、いえ誰もいない時だったら許す、うん、君が勉強するべきは人が並んでる時にはちゃんと人のことも考えなきゃいけない、そういう教えじゃないかなって僕は思いますというやつです。いやいやそれはもちろんそうです。だからまあ押さしたことはあるやん。あります、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 ね、はい、はい、その時に 100% 後ろ振り返ってたんか、お前今までお前が並んだ時は後ろおらへんかったけど、お金出してる時に並んでる可能性あるやんけ、お前きっちり押さす前に後ろ見たかって言われたら見てないから。そうですね、俺そう思われてる可能性大やなと思って今ちょっと背筋凍りましたね。でも一つ言えるのは、それをせなギャーギャー泣く子供おんのよ。え、そのやりたいやりたいで混んでるからもう無理ってなった時に中入ってから迷惑かける可能性もあるわけよ、うん、やりたかったもんみたいな。でそれ泣いてもどうにもなんないよってことも教えなきゃダメじゃない。だってさ、いいんですか、もっと泣いて迷惑かけますようちのって言われましても、うん、その手前の教育いただけませんかって、うん、まあまあ、ね、東方思うわけです。まあまあまあそうやね、そうやね。でこのハッキリライブで時折ある本当にそうだなってみんなが思ってくれたのに逆にシーンとするから。グーの根も出んというか、うん、まあ、そうや、で俺らはやってへんつもりである。やってへんつもりでもあんのよ。でもそれは分からん、やっ込んでなかったよなと思ってるけど、耳痛い。ほんでよし分かった、山里それ言う通りや、明日からはきっちりそういうのはやめるわって言うても、下の子もう6歳になってるから、はい、押す体験とかもうせんでええ年になってるから、あもうあやってしまった過去だけがあるなすごい断言しちゃって、ちょっといろんなもん崩れると思うんですけど、そこまで怒ってるんですか。なんだよ、怒ってんやろ。いや先輩からで気づかんで、お前めちゃめちゃ怒ってたよ。そんなことないですよ。視聴者の皆さんも山里は券売機で押させることにもう劣化のごとく怒ってますんでね、気をつけていただきたい。すいませんでした、本当に。あれはあれで可愛いんだ。謝りますよ、すい
ません。本当にやらせた。まあでもちっちゃい時からやっぱテレビでねネタにされるのはやっぱり、うん、辛い。ちっちゃい時とかはうざかったなと思いますけど。やっぱ学校で言われるんですか。うまい。お父さんが言うてたねとか。逆に気使われて言われなかったんですよ私。なんか言っちゃいけないのかなみたいな。だからバラエティ番組とかのこう昨日何々見たあれ見たっていう話とかも。父親の番組だけなんか話さない空気が若干ありましたね。自分が同じポジションだったら絶対聞きますもんね。めちゃくちゃ聞くもん。何食べんのとか気になるよねほんまに。基本的なところ聞きたくなっちゃう。さあ山里、はい、うざい家族どうでしょう。僕はもう自分の家族とかじゃないんですけど、はいはいはい、混み合ってるっていうのがまあ大前提なんですけど、混み合ってる駅で子供に、うん、券売機とか自動改札機を体験させようとする家族が嫌なんですスマホ見させて見させてよ俺が見たら見てくださいっていう感じやね。まあ確かに、うん、でも俺が見た瞬間にすぐ見るやつも嫌やねなるほど。見たかったんそんなに俺の話早く終わらせたくて早見たかったんとか思うから、俺が見た後ちょっと一泊置いてこう見てほしい先輩見たから喋ることなくなったな、じゃあまあ見ようかみたいな。そうそう一泊置いてほしい。まあまあそれはな。でも多田さんはすごいそういうふうにその後輩のことをこう見てくださっても、多田さんもすごい細かい方じゃないですか。多田君に何かあんの。はい。言うたれ言うたれ。そうなんですよ。1分ネタぐらいにこう生放送があったんですよ。でいろんな芸人さんが出る時に、何 お正月だったんですけども、多田さんもお一人で出ていらっしゃって、あ、うん、前な、はい、あったあったあった。私も一人、うん、あったあったあった。で何人もこう入れ替わりでこういらっしゃるんですけど、大きいひな壇にみんなこう座っていくっていうのがあって、あったあった、分かった、あったわ、分かった、ごめんごめん、言うて無意識に言うてた、あったわな、分かったから、ごめんごめん、あった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 、何回言うねん、もう分かったから、あったわ、ごめんごめん。で、どこに誰が座ってくださいっていうのは指示はなかったので、みんな本当にこうちょっとずつこう座っていくんですけど、で多田さんも初めに出られて、で私も出られ、こうだん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 こうみんながちゃんとこう座れるかなみたいな感じで、まあそれぞれこううまいこと座ればいいんですけど、多田さんもう気になっちゃって、みんなが綺麗にこう座れるかどうかが気になっちゃって、生放送中 MC の横にいらっしゃったんですけど、ずっとみんなが座ってみんながちゃんと座れるかどうかっていうので、やっぱ MC の話よりもこっちの方を気にされてたのはちょっとそれが気になりましたけど、あ、優しいなった、うん、アホや。いや俺は MC の席にの横に俺が座るなんてちょっとおこがましいみたいなっていうのもあったんよ。それやったらちょっとこうどんどん出てきた先輩方もおるから、俺大丈夫かな、あ、変わりましょうか。食欲も立正よそれやったらそっか正義どうでしょうか。そのニュースで犯人が捕まってこう連行されるシーンあるじゃないですか、うん、ほんで、まあ、犯罪ももちろんダメですけど、なんか突発的な犯罪、まあ、カットついカットなってしまって殴ってしまったという人が捕まってうなだれるのは分かるんですけど、うん、20年間女子生徒の制服を盗んどいて捕まって、うん、いやうなだれんのって思うんですよ。長いこと計画してたくせに、それはそりゃ20年やったらそりゃ捕まりますよね、そりゃそうですよね顔で連行されるすいませんという顔でね、はい、うなだれるっていうことは、はい、なんで俺捕まってんのっていうことになるってことや。全然反省してへんやなんであそこで俺捕まったんやろみたいな反省してるよ。あとまあそのね、なんかこうそのニュース関係で言うと、まあこの言うたら30代40代の男に多いねんけど、はい、テレビ何見てるって聞いたら、NHK しか見てへんなみたいな、うん、あとドキュメンタリーアニマルプラネットディスカバリーチャンネルしか見てないなっていうやつおるやんか。でもそういうお前もスマホで卑猥な記事見てるやろと思うんですよ。いやそれ見てへんかったら認めるけど、はい、なるほど。でまだ俺それ言う、うん、言うやつでさ、うん、もう NHK とディスカバリーチャンネルしか見てへんね、うん、って言うて、うん、そいつと24時間ぐらいおったって、うん、ディスカバリー